トミさん、こんにちは。2021合格基礎講座民法第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは、レック専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、合格基礎講座の民法講義を始めてまいります。で、全18回ですね。18回、かなりね、長丁場になりますけど、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。で、まず最初にですね、使用する教材ですね、ちょっとこれを確認しておきたいと思います。で、よいしょ、こちらですね、この2021合格基礎テキスト民法ね、基本的にこのテキストですね、この合格基礎テキストに沿って講義を行ってまいりますので、これは必ず毎回ご用意ください。ね、ご用意ください。やつですね。で、あと、こちら、高掛民法ですね。これは基本的には皆さんのね、読習用の教材という位置づけではあるんですけども、できるだけこの講座内におきましてもね、重要論点ですね。重要論点につきましては、この高掛でお話をしてまいりたいと思いますので、一応この高掛もね、ご用意お願いいたします。ね、で、あと、もう一冊あるんですよ、ね、条文集です。条文集、ね、これはね、もうある意味当然です ね、これ条文引きながらね、勉強します。これが法律の勉強の基本ですから、一応重要な条文はね、この一番最初の合格基礎テキスト中にね、大体挙げてはあるんですよ、重要な条文は。でもそれ以外の条文についても引く場合がね、引く必要がある場合がありますので、その場合はこの条文集引きます。従いまして、一応ね、この3冊ですね、ちょっとね、分量が結構多いですけども、この3冊を基本的に毎回ですね、この講義の際ご用意していただければと思いますね。よろしくお願いいたします。で、あとですね、そうですね、もうご存知の方も多いかなと思うんですけども、この民法ですけど、近年大改正がありました。いわゆる債権法と呼ばれる分野ですね、これが、2017年にありました。で、その翌年の2018年に今度は相続法と呼ばれる分野についてやっぱり改正がありました。で、現時点、今この収録をしている現時点では、その債権法につきましても、そして相続法につきましても、すでにもう施行されています。そして皆さんが受験をなさる2021年の論文本試験におきましては、この改正法がね、相続法そして債権法両方ですけども、試験範囲に入ってまいります、ね、ですからちょっとそれ辺の意識はお持ちになっておいてください。ただこの合格基礎講座をね、お聞きになられる、ね、皆さんのおそらくほとんどの方がね、今回初めて民法を専門的に勉強するよっていう方ばかりだと思います。大体例年そうなんですよ。もちろんある程度予備知識ね、お持ちの方もいらっしゃいますけど、大半がね、今回初めてだよって方ばかりだと思います。で、そういう方にとってはね、旧民法がどうだったとか、改正民法どうだったとか、で、それはあまり関係ありませんので、従いまして、この合格基礎講座内におきましては、基本的に改正民法を当然の前提としてお話をしてまいりますので、ぜひその点ご承知おきくださいね。旧民法こうだったよ、で、今回改正でこういうふうに変わったよっていうのは別の講座でやります。別の講座で改めてやりますんで、この合格基礎講座ね、基礎講座内におきましては、もう改正民法を当然の前提として、ただその部分によってはですね、これはちょっと旧民法の知識もね、ちょっとお話しした上で、今回ね、改正民法でこういうふうに変わったよっていうのもね、お話しした方がかえって皆さんのね、理解に資する、理解につながるような部分も結構あるんですよ。そういう部分につきましては、一応その旨ね、旧民法こうだったけど今回改正でこういうふうに変わってるんでね、こういう条文がありますよっていう、そういう形でお話はしてまいりますけども、基本的にはもうね、改正民法当然の前提にお話をしてまいりたいと思います。で、あとですね、そうですね、この、大事な、これも大事な内容なんですけども、この講義ですね、さっきも申しましたように、こちら、よいしょ、この合格基礎テキストですね、これに沿って講義を行ってまいります。ただ、ちょっとね、これね、ちょっと、ちょろちょろっと開けますと、まっさらです。まっさらです。何も、別に予習してないってことじゃないんですよ、これ。ね。予習してないってことではなくて、基本的には、こちらね、まっさらです。どういうことかというと、皆さんの中でね、
私 の、 あの行政法規ですね、担当の行政法規の講義お聞きになられた方からするとおそらくびっくりなさると思うんですよ。行政法規の講義の時はね、私あの行政法規のテキストですね、あらかじめピンクのマーカーでもうとにかくもう塗って塗って塗って、で皆さんにこちらプレゼンターで写してね、ご覧の箇所すぐちょっとマークしてくださいね、でこれ覚えちゃってくださいねっていうスタイルで講義を進めたかと思います、ね、もうとにかく行政法規って覚えるだけですから、ですから皆さんに覚えていただきたい箇所をね、あらかじめピンクのマーカーでお示しして皆さんにマークしていただいて、それを覚えていただく、また適宜私がね、あの大事なところはあの解説を加えていくっていうスタイルで講義を進めたと思うんですけど、民法はそれと全く違ったやり方でやりますですね。従来ね、民法も行政法規と同じようにね、大事なところ覚えてほしいところピンクのマーカーでお示ししてね、講義をするっていうスタイルだったんですけど、それをやるとね、そこしかそこだけしか読まない方出てくるんですよ。もっと言うとそこしか覚えない、これはね民法の場合ダメなんですよ。ダメなのね、要するに暗記に走っちゃダメなんですよ。論文の民法はね、行政法規も民法も同じ法律です。ただ試験のスタイルが違うでしょ。行政法規はもうマークシートで塗りつぶすだけだから、自分の手でね論証を考えて書くなんて必要ありません。だから覚えてればいいんですよ、覚えればいい。だけど民法はね、同じ法律ではあるんだけどね、これ覚えて自分でペンを走らせて答案書かなきゃいけないんですよ。その時に暗記に走っていると太刀打ちできないんですよ、ね、またこの後ね適宜お話をしてまいりますけど、まずいいですか、これ絶対覚えてね、まず民法は理解から入ってください。理解する、この一文この文章どういう意味かな、なぜかな、どうしてかな、ね、この法律ってね、まあ、民法法律でしょ。昔からよく言われるのがね、法律ってのはなぜかの学問だよってよく言われるんですよ。これ大学の法学部なんかで教わるんですよ、なぜかの学問、なぜどうして。だから一文読んで、ね、文章を読んでなぜかなどうしてかなって考えなさいってこと、ね、これが大事なんですよ。法律ってのは暗記に走っちゃダメなの、ね、まずは理解です。で理解をするとそれがね一定のレベルまで来ると質に転化して、ね、知識にもつながっていくんですよ。だからそんなにし暗記に関してはそんなに心配しなくていいです。もちろん最終的にはねこの効果形、ね、またこの後ご覧いただきますけど、効果形の論証を覚えていただきます。ですから暗記の作業は絶対必要なんですよ。でも最初からね無理に暗記に走らなくてもしっかり理解していけば、その後スッと論証の暗記ね、必要な知識の暗記もできますから心配しなくていい。ですからまず最初は理解をする、これをぜひ肝に銘じてください。これで間違えると本当に失敗します。いいですね、暗記に走らない、行政法規と分けてください。従いまして話戻しますけど、この講義のスタイルもあらかじめピンクのマーカーでね覚えてほしいとこをお示しするっていうスタイルは取りません。皆さんと一緒にですねこちらのテキスト、この合格基礎テキストですね、こちらを読み進めながら私適宜ねこの赤ペンでねアンダーライン引いたり書き込んだりしてきます。もちろん絶対に覚えてほしいところはその都度指摘しますからね、皆さんの方でその時は別にマーカーで色分けしても構いませんよ。その日は皆さんにお任せしますけど、とにかく皆さんと一緒にこの合格基礎テキストを読みながら一緒に考えて、なぜだろう、どうしだろう、ね、考えて理解をし、そして最終的には覚えていけるように、そういう、ね、流れで講義をやっていきますので、ぜひその点もねご承知ください。行政法規とはやり方を180度変えますから、いいですね、暗記に走らない、まずは理解、いいですね、もうこれも本当に大事ですからね。であとね、そうですね、ちょっとこちら書き込みますよ。まずテキスト、こちらね、でこれいろんな内容載ってます。このレックのね合格基礎テキストってね結構情報量いっぱいなんですよ。でももちろん全部が必要なわけじゃありませんね、試験に出るところと出ないところがありますんで、でちょっと書き込みますとね、ちょっとちっちゃくして、よいしょか、ですね、条文のですね、意義でしょ、であと趣旨、趣旨っていうのはもう目的って意味ですね、どういう理由でどういう目的でその条文が規定されてるのか、意義はいいでしょ、言葉、ね、意味、ね、趣旨、これも目的、条文の目的、どういう目的でその条文が規定されてるのか、こういう目的のない、ね、あの条文って一個もありませんから、ね、あとこの後やります。
要件、そして効果っていう、これもね法律用語です。意義、趣旨、要件、効果、ね、こういうのを、ね、各条文の、ね、こういうのを合格基礎テキスト中で、ね、これを中心に勉強してまいります。いいですね。であとさらにはちょっとこれは括弧して、いわゆる論点って呼ばれる部分ですね。これいわゆる論争点、ね、学者がいろいろ、ね、ある学者は A 説を主張し、ある学者は B 説を主張し、そういうやつですよ。こういう論争点、でこういうの論点って呼んでますけど、これを整理したやつがこっちです。高架民法で、もう皆さんね、なんかご覧になられたと思いますけども、ね、これ1番から始まって、ね、ずっと結構分量ありますね。最後ね、155番、共同方向の要件、ね、ここまで一応論点155個載っけてます、ね。結構数ありますけど、ね、こういうのを論点、ね、こういう効果金載っけてる、ね、これそれぞれの問題、これを論点って呼んでます。で、一応ですね、この合格基礎テキスト、ね、この後講義でね、このテキストに沿ってお話してきますけど、お話しする中心はこれです。各条文の、やっぱ条文です。ね、法律ってのは条文が命ですから、ね、条文の意義、どんな意味なのかな、趣旨、ね、どんな目的で規定してるのかな、あと要件効果、これはこの後具体的にお話をしてきます、ね、必要条件の略を要件って言います。効果、これは結果って意味です。要件を満たすとこの効果、結果が自動的に発生する、そういうふうに民法に限らず、まあ、法律ですね、法律の条文って全部そういうふうに規定してるんですよ。要するに要件と効果に分解できます。これこの後お話をしてまいります。あとね、なかなか全部ってわけいきませんけど、ね、大事な論点についてもこの合格基礎テキスト中でね、一応お話をしてきます。いいですね。ご覧の項目、これをこの合格基礎テキストでね、こちらこの講義中にお話をしていく、そういうね、あの勉強の対象の柱です。いいですね。でそれに対してこっち合格民法、これはもう論点だけです。論点よろしいですね。こんな形で、ね、一応このそれぞれのこのテキストのまあ役割ですね、役割、ね、これをちょっと軽く認識しておいてください。で最初はね、この合格基礎テキストで、ね、この講義で皆さんまずはしっかりとそれぞれの、ね、重要な条文の意義、趣旨、要件、効果、そしてその条文に関係する論点をね、一応押さえていってください。いいですね。これを全18回でやりますから。でこれが終わった後はこっちです。さっき言ったように皆さんご自分でこの効果形を使って論点、論点ね、できるだけね、できるだけ重要なものはこの合格基礎テキスト中でもね、論点をやりますね、やりますけども、最終的にはこの論点に関しましては効果形で皆さんの方でね、勉強していってほしいんですよ、やっていってほしいんですよ、ね、でもちろん分からなければ、あの教えてチューターで、ね、どんどんご質問をお寄せいただければ私の方でなるはやに、ね、なるはやで回答いたしますんで、ね、ですからこれ順番ね、何回も言いますけど、まずはこの合格基礎講座で、ね、このご覧の項目を中心に勉強いたします、ね、でもちろん論点に関しましては適宜ね、この効果形も使えますけど、ね、まずはこの合格基礎としてはご覧の項目、これを中心に勉強していく。でこれが終わったら、合格基礎講座全18回が終わったらこちらに移ります。これは皆さんご自分で取り組んでやっていってほしいんですね。いいですね。で最後は効果形です。最後はこの民法の学習の仕上げはこの効果形民法なんですよ。従いましてこのまず合格基礎テキスト、これは導入部分として使います、ね、最初の入門として使います。で最後はこの効果形、こういう流れです。いいですね。じゃあ効果形使ってる時に合格基礎テキストどうするの、ね、これは参考書として使ってください。従いましてこの合格基礎テキストですね、これは導入部分、この講義でね、一番最初皆さんにね、大事な民法の知識あるいは考え方をお教えしますから、これは導入部分の教材として使っていただくと同時に、最後はこのね、効果形使ってほしいんだけど、効果形使ってる時もね、適宜この合格基礎テキストは参考書として使ってみてください。いいですね。この効果形やっぱどうしてもね、論点中心になってきます。そうするとね、この意義、趣旨、要件、効果の知識がだんだんね、不正確になってきますんで、
ね、その時にあれどうだったかな、ね、思ったらこれをね参考書として紐解いてください。そういう位置づけになってきます。よろしいですかね。でね、ちょっとここで皆さんに実際の本試験問題をご覧いただきます。でこれね一応テキストに載っけてあるんですよ。ちょっと合格基礎テキストめくってほしいんですね。こちらこれの巻末です。巻末よいしょ、巻末付録ね、371ページです。371ページをちょっと見ていただきたいんですね。でこれ前年です。令和元年、2019年ですね。2019年の第2問、ね、もう皆さんご存知の通りこの民法は2問出ますから、ね、これここに掲載したのは第2問目、ね、本試験問題です。でちょっと大きいしたほうがいいかな。よいしょ、こんな形事例問題出てますね。高等地は A が所有しうんたらかんたら結果書いたでしょ、ね、ずっと来て、でこの問題文のすぐ下に参考条文が上がってます、ね、こういう形で。これ昔はねこういう参考条文上げてくれなかったんですよ。だからもうこの事例だけ読んで、ね、条文も考えながら、ね、論点についてこう答案を書いてたっていう、そういうね非常に厳しい、いわば冬の時代があったんですけど、今はね国交省でも配慮してくれて、この問題文、ね、これ答案を書く上で、ね、関連する条文を参考条文って形でねこうやって載っけてくれてます。これある意味ねこんな感じですけど、これ論点をね発見する、まあ、ヒントにも大きな手がかりになるんですね。こういう条文、この条文だったら論点じゃないかな、ね、これまた勉強が進んでいくと分かります。でちょっと次のページめくってください。で372ページですね。こちらご覧いただきますと、これ、まあ、私の方で、まあ、レックの方でねご用意しました、まあ、一応参考答案です。参考答案、ね、これがずっとこれ、まあ、続いてるわけですね。こんな形で、あと右のページ、ね、で最後以上、これで締めくくるわけですよ、ね、これまた合格基礎答練ですね。合格基礎答練で答案の書き方はねお教えするときにもお話しますけど、答案の末尾には必ずこれ以上というのをつける、ね、これで終わりましたよってことを採点者にきちんと示すわけですね。一応こんな形です。でね、ちょっと中身ざっとです。ちょっとねお付き合いください。もちろん当然まだ皆さんね中身について終了しもありませんのでね、全然中身はあまり気にしなくてもいいんですけども、まず横一の設問一についてのとこですね。で上からごめんなさい、1234行目、この縦2のまずのとこですね。まずそもそも土地所有者の A に物件的請求権、ちょっとアンドレイ引きますよ、ね、物件的請求権が認められるか。民法はこの物件的請求権を正面から規定しているため問題になるということで、まずこれが1個目の論点です。1個目の論点で一応こんな感じですね。この2番ですね。次の3番からちょっとまた別の内容になりますけども、ね、まずこの2番がこの物件的請求権って認められますかというこういう論点です、ね、問題となるって形で書いてるでしょ。でこれは高架家の39番に上がってます。ちょっと開けてください。こちら高架家の39番ちょっとめくってみてください。ページでいきますと、よいしょ、91ページですね。こちら39番です。ページでいくと91ページです。高架家民法91ページ、39番、物件的請求権で見てください。ここ根拠のところ、正面から認める規定はないが、ね、で1、2、これは理由です。で結論、ね、認められる、論証バッチリ上がってるでしょ。でここちなみにこれ上見てほしいんですけども、これね出題されたこれ年度です。この H はこれ平成です。平成18年の2問目で聞かれ、この論点聞かれたよ。でこれ見てください、令和、当然今ねこれ皆さんに令和ね元年の2問目ご覧いただいてるんで、ね、こういう形でねこの論点が果たしていつ出題されたのか、これがねこれ表示されてます。であともう皆さんね他の科目でもこの、ね、高架家シリーズご覧になっててお分かりと思うんですけど、重要度をねこのそれぞれの論点ごとにこうやってねアルファベットで表示してあります。一番重要なのが AA ですね。 A2 つですね、こんなやつ、ね、A2 つ、次がこのシングル A1 個、で、あとは B と C ですね。B と C って形で、一応4段階で表示してあります。で、民法に関しましてはね、上位2つ、すなわち AA と
シングル A、この上位2つをしっかりやっていただければ基本的には OK です。 B と C、まあ、C なんかほとんどねもう数える程度しかありませんけども、ね、B もちょこちょこあります。で C も、ね、若干あるんですけども、 B と C はねもう基本的に飛ばしちゃって構いません。でもし余裕があったらですね、おそらく皆さんないっておっしゃると思うんですけど、余裕があったら B ランクまでちょっと手を広げてねやっておくっていうのは OK ですけど、基本的にはダブル A とシングル A 上位2つね、これをしっかりとご自分のものにするよう頑張ってください。いいですね、全部やる必要ありません。だから一応さっきご覧いただいたように広角民法に上がっている論点全部で155個ありますけど、全部をベターっと一生懸命やる必要ありませんからね。まずはダブル A、そしてシングル A、ね、そういう形で重要度、ね、しっかり意識しながら勉強をやっていてくださいね。でちょっと戻りますと、こちらね39番これが物件的請求権、いいでしょ。であと次ですね、続けます。もう一回合格基礎テキストに戻りますけども、いいですか。次の3番ですね、こちらこれも論点なんですよ。ここまで、ね、次の横にの設問についての前までこの縦3ですね、これ縦3、ね、これ 3,4 数字をね縦1縦2って言い方するんですよ。でこの関数字これは横1横2って言い方するんですね、まあ、ちょっとこういうのもねおいおい覚えていってください。従いまして、さっき縦2で物件的請求権認められるか、合格ナンバー39の論点、これが出たよとお話をしました。でこのあと今度縦3ですね、3番、ここでまた論点が出てきます。これ物件的請求権のいわゆる相手方の論点なんですよ。でこれも高架家のよいしょ、これ41番です。ちょっと開けてください。でよいしょ、ページでいくと94ページですね、こちら41番、物件的請求権の相手方ってことで、ページでいくと94ページです。高架家民法ね、これも令和元年に問目で聞かれたよっていうことなんですね。ただこれ若干本試験問題若干ひねりは入ってますけど、基本的にはこの論点です。これが聞かれたよっていうことで戻りますよ。であと続いて今度横2の設問2の方に行きますね。で最初のこのカッコ1カッコ2カッコ3ですね、ここにつきましてはこれはやる論点じゃないんですよ。これはこの後合格基礎テキストで勉強いたしますけども、さっき言った要件です。要件162条2項ね、これ短期取得事項って言うんですけどね、こちらにつきましてはこれね要件、これさっきご覧いただきました、よいしょ、これです。要件、必要条件の略だよ。この条件を満たすと、必要、ね、条件の略であるこの要件を満たすと自動的に効果、ね、法律効果というのが発生します。これまたこの後詳しくお話しますけど、これが聞かれています。したがってちょっとこれ印つけておくと、ここですね、このカッコ1カッコ2カッコ3、これは要件を挙げて事案に当てはめるっていうそういう内容なんで、いわゆる論点じゃありません。したがって効果期には載ってませんですね。ちょっと簡単になし、効果期なしですよ。ですね、逆に合格基礎テキストに載っけてありますからね、これまた事項の時に勉強いたしますですね。で次今度カッコ4です、ね、でこちらがまたまた論点に戻るんですよ。論点でちょっとね、これちょっと次の右のページにも続きますけども、一応カッコ4ですね、こちらで、これは時効完成後に現れた意、これいわゆる時効完成後の第三者の論点って言います。こうかけていくとこれ48番です。ちょっと開けてください。でこうかけのよいしょ48番これです。ページでいくと108ページです。高架家民法ページでいくと108ページ48ページ8番、時効完成後の第三者、これダブル A です。ダブル A ね、令和元年2問目で聞かれました。これで戻りますよ。でこれがこの右のページちょっといきますけども、ずっとここね、このカッコ4まで続くよ、そういうことですこれ、ね、であと次の今度ちょっとカッコ5飛ばして、今度次の縦に D に過失がある場合、ここについてはまたさっきの左のね
こちらと同じです。やっぱ要件です。条文の要件ね、これ条文要件を挙げて当てはめるって形で、これは当然降格に載ってません。逆に合格基礎的数に載ってる知識なんですよ、こういう条文の要件ね。それが次のこの右の373ページですね、これです。括弧1括弧2括弧3になってきますですね、これね、条文の要件です、これです。でここもちょっと念のため書いておくと、これは降格には載ってないよ、でも合格基礎的数に載ってますからね。で最後これで終わりですね。今度括弧4です。これがまた論点なんですよ、これです、ね、でこちらは時効完成前、ね、にあられたいいってことで、時効完成前の第三者の論点って言います。これがこう書けていくと、これ47番です。ちょっと開けてください。よいしょ、これですね。ページでいくと、107ページです。47番、これが時効完成前の第三者の論点、これもダブル A です。令和元年にも出ました、ね、こんな感じで戻りますよ。いかがでしょう。今ねずっとちょっとちっちゃくしますよ、このテキスト見えますかね、ちょっとちっちゃいかな、見えるかな。今ね回答例ね、これずっと見てきたんですけども、ほとんどがこの効果家に載ってる論点で埋め尽くされてるってわかるでしょ、ね、だから基本的に皆さんがね、これ他の問題もそうなんですよ、他の問題もそうなんだけど、回答をねお書きになるときはほとんどがこの効果家に載ってる論点なんですよ、論点。これが実際に試験でねメインとして聞いてきますから、いいですね。でもちろんさっきからねご覧いただいてるように、これなしなし、これ効果家に載ってないよ、でも合格基礎的数に載ってるいわゆる要件、これは合格基礎的数で勉強しなきゃいけないんですよ、いいですね。でも本当にごくわずかでしょ、ごくわずか。柱はやっぱり効果家に載っているそれぞれの論点なんですよ。でそうするとやっぱりね、いきなり効果家民法だけで勉強する人出てくるので、またここでちょっと私ねちょっと注意を申し上げたいんですよ。それで今なかなかとちょっとねいろいろ前振りをしたんですけども、あのね効果家民法ほとんどね最終的にはねこちらね論点、もうだってこれが今ご覧いただいて皆さんお分かりの通り、ほとんどこの論点ね、これを本試験で聞いてくるわけだからね、これが載ってるの効果家ですよ。だから効果家さえやってればある意味合格答案書けちゃうんですよ、書けちゃうの。だから最後はね、さっきもね申し上げましたけど、最初はねこの合格基礎テキストから入っていただくんですよ。だけど最後は効果家で仕上げてくださいねって申し上げています。そういうことなんですよ。最後はもうだってこっからねこの論点聞いてきますから、効果家で。しかもさっき皆さんご覧になってお分かりの通り、ほとんどねこの本試験で聞いてくる論点、まあ、もうちょっと言うとメイン論点はここ 3,4 年ぐらいですね、ここ 3,4 年の本試験のメイン論点全部効果から出てるんですよ。だからこういう話するとね、当然皆さんとしてはねもう最短で受かりたい、だったら効果だけやろうというになってくる。これはもう無理からのところであるんだけど、ちょっと待ってってこと、ね、この効果だけで勉強して効果家に載っている論点を正確に理解して覚えられる人はごくわずかです。司法試験とかそういうね、あの本当に民法を専門的に勉強したごく一部の方だけなんですよ。そうじゃない大多数の方は大変申し訳ないけどね、いきなり効果家だけで勉強すると間違いなく失敗します、失敗する、ね、だからここは急がば回れじゃないんだけど、まずはこれなんですよ、ね、ちょっとね、じれったいかもしれないけど、まずは合格基礎テキストで、ね、各条文の異義趣旨要件効果、そしてこういう論点、これをね、まあ、地道にやる。その過程で民法の考え方も覚えていく、ね、でその上で最後はもう心置きなくこの合格民法に移ってほしいんですよ。この順番を守ってください。これを間違えて合格だけであると間違いなく失敗するから、いいですね。これはもう本当にねお願いします、ね、もう皆さん絶対失敗させたくない、受からせたいんでね、受かるためにはこの順番守ってください。合格基礎テキスト、そして効果家、いいですね。この順番はしっかりとね守ってくださいね。であとね、随分いろいろ長々喋ってきましたけども、そうですね、あと最後ですね、
ちょっと中身入る前、最後の注意点としては、この民法ですね、まあ、これは法律全般に言えることなんですけども、とにかくね、分からなくてもどん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 先に進めてください。もうちょっと言うとね、この全18回の講義、できるだけなる早で全部聞き終えてください、ね、後ろに行くにしたがって、当然新しい内容出てくるんだけど、ね、後ろの方を勉強することによって、初めて前の方の理解もできるようになってるんですよ。でどういうことかっていうとね、ちょっとこれ、これちょっと図書きましょうかね。この合格基礎テキストですね、ちょっとまあせっかくなんで、ここね、よくね、ありますんで書きますけども、ピラミッドです、ね、ピラミッド、これ知識のピラミッド、民法の、ね、知識のピラミッドと思ってください。で皆さんがね、この知識民法全体の、ね、ピラミッドの一番ここね、隅っこちょっと塗りますよ、ここで今塗りました、ここを勉強してるとします。で実は皆さんがね、このピラミッドの一番左下のこの片隅ね、ここだけを勉強しても、ここだけの正確なね、あの理解っていうのは得られないんですよ。どういうことかというと、全体を理解して初めてこの左下の一部分の正確な理解もできるようになってます。これが法律なんですよ。民法に限りません。他の法律も全部そうなの、ね、だから一部分だけやっても、その時は分かった気になるかもしれない、ああよく分かったよ、ね、これで合格とは書けるなと思うかもしれないけど、実はまだ不十分ってこと。全体なんでかというと、法律ってね、全部これ有機的につながってるんですよ。だから全体が分かって、初めてその一部分の理解もできるようになってるの。でこれってね、実際皆さんがお書きになった答案なんかを読むと、やっぱり分かるんですよ、こちらとしては。本人としてはね、一個の論点勉強して、あ、分かったと思って答案書いたつもりかもしれないけども、実際答案書いていただくとね、結構ボロが出ます。それはこの他の部分が分かってないからですよ。それってやっぱりね、見る人が見ると分かっちゃうの。私なんかでも、皆さんがお書きになった答案ね、大体2行ぐらい読むと大体分かりますね、その人のレベルが。本人はもうね、自信満々で書いてるかもしれないけども、結構この覚えたつもりのね、論証以外の表現、ここなんですよ。そこが不正確なんですよ。だからここですよ。他ね、この論点は書けるかもしれない。高角取り覚えて書けるかもしれないけど、それ以外の論点と論点とのつなぎ目なんですよ。つなぎ目の文章がボロボロ。ここなんですよ。そういうことね。だから法律って全部つながってるからね。この全体を理解して初めて、この一部分の正確な理解もできるってのを覚えておいてください。だから話戻すと、ね、最初の方でよく分かんないなと思ってもね、あの止まらない、ね、勉強の手を止めないで、どん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 先に進めてください。後ろ勉強することによって、前の方の理解が深まるようになってますから、いいですね。ですからこの講義も全18回なる早で全部お聞きになってください。いいですね。一箇所で止まらない、ね、一箇所で立ち止まっちゃダメですよ。時間もったいないし、当然皆さん他の科目もやらなきゃいけない。当然私それ十分承知してます。他にもね、鑑定理論があれば、経済も会計もある、ね、民法だばっかり時間かけてるわけいかない、ね、でもね、これ最後に申し上げておきます。民法をやるときは、民法にどっぷり頭切り替えてください。民法にどっぷり使ってほしいんですよ。やっぱり他の科目と毛色が違うの、ね、もう皆さんご存知だと思いますけど、民法だけが論文4科目のうち、ね、法律科目です。法律科目、やっぱり法律はね、独特の考え方をします。また答案の書くときもね、またこれ合格基礎等でお話しますけど、独特の答案の書き方っていうのが厳然とあるんですよ。でこれはしっかり民法にどっぷり浸からないとできません。いいですね。理解するのもそう、答案書くときもそう、やっぱりどっぷりと民法に浸からなきゃいけないから、他の科目を勉強しててね、例えば今日勉強する、で最初に例えば鑑定理論勉強して、この後民法をやるときはしっかりと民法に頭切り替えてください。考え方も全然違いますから、よしですね。これはぜひ気をつけて、ね、とにかく民法は経路が違いますから、唯一の法律科目です。勉強するときはしっかり民法に切り替える、ね、これも忘れないようにしてください。よしですね。じゃあちょっとここで一息入れます。でこの後、ね、このブレイクタイムの後、いよいよ中身入ってきますんで、またよろしくお願いしますね。はい、それでは第2ユニットに入ってまいります。ではですね、合格基礎テキストちょっとね、開けてください。じゃあね、で端書き、こんならいいです
で、あとこちらね、本書の特徴とかありますけど、こんなのどっかね、時間があるときに一回ざっと目を通していただければ OK です。で、目次。ね、ずっとこれ目次が続いてきますけども、目次の終わった次のページですね。こちら、左側ご覧ください。民法一般についてっていうね、ここからちょっと見てまいりたいと思います。こちらね。よいしょ。もうちょっと大きい方がいいかな。で、民法ってどんな法律かっていうと、一般市民、ね、まあ、私たちですよ、私たち一人一人、ね、こういう一般市民の間で起こる身近なトラブルですね、解決するための法律ですよ、ね、で、例えば A が B に騙されて、これ詐欺ですよ、詐欺、騙されて土地を買い代金を払っちゃった、こんな場合 A はこの契約を取り消して代金を取り戻すことができるのか、これできるんですよ、これこの後勉強いたします。96条1項で取り消すことができるんですね。で、こんな場合にこの民法というのが登場する、ね、そういうことです。で、あと内容的にはね、この民法総則、またこの後見ていきますけど、民法総則で、この中で特にあの試験対策ですね、あの鑑定士の場合に、ね、結構出る分野と出ない分野はっきりしてるんですよ。で、これまたあの講義の中でね、あの適宜指摘してまいりますけども、この民法総則の中では特に意思表示、代理、あと時効、この3つがやっぱりメインです。メインです。試験に出る分野としてメインになってきますんでね。で、あと物件、担保物件、債権総論、債権格論、あと家族法と言われる分野があります、ね、これこの家族法はね、一応この親族法ね、この親子とか夫婦とかね、この親族法と、あともう一個相続法、ね、これさっきお話しましたね、これ大改正がありましたけどね、これ相続、親が亡くなって相続人である子供が相続する、そんな場合ですね、こういうね、あの家族法と対別して2つ分解できますけど、こういうのに分かれますよ。で、民法総則は騙されて、さっきの上の事例ですね、騙されて契約を結んでしまったらどうなるかという身近な問題を扱います。もちろん他にも扱いますよ、いろんな項目ね。で、あと物件では A が自己所有の土地を B と C に二重に譲渡した、ね、これ二重譲渡って言います。非常に大事なあの内容ですね。またこれ物件の時やります、ね、二重譲渡してしまったらどうなるか、ね、どっちが勝つの、ね、物は1個しかない、で A が B と C に、ね、二重に売っちゃった、果たしてどっちが権利者になるの、でこういうのまた物件で勉強いたします。あと担保物件ではね、これ金融機関からお金を借りる、借金する、でこの時に担保として抵当権っていうのを設定するのが通常なんですよ、ね、こういうのはまた専門的に勉強していきます。これ担保物件でやります、ね、担保、担保、ね、お金を借りる時の担保、ね、一種の保証ですね。で、あと債権総論では契約を守らなかった場合、ね、いわゆるこれ債務不履行って言って、ね、これは債権総論で勉強していきます。他にも大事な内容が結構盛りだくさんです、債権総論で。あと債権格論、これはもっと、ね、格論ってことで具体的な内容です。売買とか賃貸借とか、ね、こういう契約に関して何かトラブルが発生した場合どうやって処理するの、こういうのをね、内容、こういう内容を勉強していくよということで、だから今ざっと見てきたんですけど、非常にね、この民法っていうのは私たちのね、この生活に密着した、そういう法律ってことが言えますね。で、その下、今度鑑定士試験の民法の特徴ですね。2問ともね、事例問題、さっきね1問ご覧いただきましたね、巻末でね、事例です。 A が B にとかね、これ事例問題出ます。で、2番目が、民法全域からまんべんなく出るんじゃなくて、財産法、この後見ていきますけど、財産法、これで、ね、民法相続物件、担保物件、債権総論、債権格論ね、こういうのを財産法って呼んでます。これこの後また見てきますね、すぐ出てきますから、ここから中心出ます。そうするとさっきちょっと上でご覧いただいたこの家族法ですね、こちらね、この財産法と家族法に分解できるんですけど、この家族法、親族相続はあんまり出ませんね。だから相続法大改正ありましたよって言っても皆さんそんな心配する必要ないんですよ。鑑定士の民法ではね、あの聞かれる内容あるんですよ、今回のね、ちょっとあのテキストの中にもね盛り込んであるんだけどね、ほんとごく限られてますから、だから基本的には心配しなくていいです、この相続法の改正に関してですね。とにかく財産法ね、これが柱になってきますからね。で、あと3番目、問題のレベルはまあ高いつもね、まあそうですね、まあ一応高いのかな、うん、まあそこそこです問題レベルはそこそこ高いが、で民法を苦手にする受験生多いんですよ。もう毎回ね、なんかね、もう私も会社からね、なんかもう豊川のせいだみたいに言われるんですよ。民法はできない、豊川のせいだみたいに言われて、私もちょっと辛いんですけど、ね、苦手にする人多いです、これ、ね。で、実際ね、論文に受かった方、論文合格者の答案なんかもね、これ、大したことないんですよ。全然大したことないの。本当に、申し訳ないけど。ね、で、また最近はね、
レベル下がってます、問題のレベルが。だから心配しなくていいですよ。大学の法学部のね、学部試験みたいな、もう問題文読むとすぐ論点がポンって分かるような、そんなね基本的な問題に変わってきてますから。だからそうですね、そんなにね心配する必要ない。でもね、実際に答案書いていただくとね、やっぱ全体的に出来良くないですね、民法ね、これは。でちょっとこれイメージですけどね、論文で4科目やるでしょ。で当然やっぱりこの4科目の中で一番比重大きなのはもう鑑定理論ですよ、当然だけど。600点満点の半分の300点ね、配点の半分鑑定理論を占めてますから、また実際に基準を覚えなきゃいけないって、もう皆さんねやられてると思うんですけども、間違いなく鑑定理論が一番勉強時間食いますね。じゃあ2番目は何かというと、おそらくですね、この民法だと思います。私ももうこの鑑定士の受験士と十何年やってるんですけども、ずっと見てきてね、やっぱり受かった方たちに話聞くと、先生結構民法時間使いましたっていう声聞くんですよ。1番がやっぱ鑑定理論で、2番が民法ですから、皆さんの方に置かれましてもね、ちょっとその辺は覚悟してね、さっき言ったようにどっぷり使ってちょっと頑張ってやってみてください。その方が結果として短期間で合格答案書けるようになると思います。いいですね、ちょっと覚悟して。で次で、あと4番目ね、六法の使用は認められていません。でもさっきねご覧いただいたように、最近のね本試験の傾向としてね、問題文のすぐ下に関連条文、参考条文という形でね載っけてくれてますからね、だから心配しなくていいよってことですね。一応まあこんなところですね。で今度右のページいきます。でここですね、対策のところ、これ実際ね、皆さんがこの合格基礎講座ね、お聞きになっている時も、また聞き終わってね、降格民法に移行した後もね、ちょっと勉強方法で悩んだらね、ちょっとお読みになってみてください。もちろんどうしてもね、なんかこうしっくりこないなって場合、もうすぐに教えてチューターでね、質問を送っていただいて全然それは構いませんから。でそのために教えてチューターっていうね、便利な制度がありますんでね。ただ一応ね、悩んだら一応ここね、一応読むようにはしてみてください。私なりに一生懸命これね、大事なポイント載っけてますんで。でいきますよ。まず1個目、講義しっかり聞くですね。で法律はね、これ独特の思考を要します。この後やっていきますけどね、だから独学になじまないってこれ昔から言われるんですよ。これ法学部行くとね、大学の先生から言われます。独学ダメだよ、講義聞きなさい、あとできればゼミを組みなさいってよく言われるんですよ。独学になじまないの、法律って、ね、だからテキストを自分で読んでよく分からなくても、講義聞くとね、逆に一発で分かることも少なくないですよ。もう霧が晴れたようにね、ああそういうことか、分かることも少なくないんでね、講義をしっかり聞くとですね、よしですね。でさっきも言いましたけど、どんどん先に進めてください、聞き進めるってことね。これもさっき言いましたけど、全体が分かって初めてその部分の本当の理解が分かるようになってますから、有機的に下がって、もうさっき全部喋りましたねいいですね。で次なんですよ、ちょっとこれお聞きしますよ、次の段落ね。でそして欲を言えばです、これ欲です私のちょっと皆さんにねちょっとお願いなんですけど、この講義ですね、合格基礎講座の講義だけじゃなくて、このあとね、今後いろんなね当連がどんどん入ってきますけど、当連のねこの解説講義なんかもそうなんですけど、できればね1回だけじゃなくて複数回聞いてほしいんですよ、聞いてほしい。で実際論文受かった方たちのね、多くの方が意外とって言ったらちょっとね失礼かもしれないけど、結構繰り返し聞いてらっしゃるんですよ。通勤途中の時間とかうまく使って、DVD プレイヤーなんか車なんかでね聞いたりとか、結構ねそういう話合格者の方からお聞きします、ね、だからこの合格基礎講座もね、結構長丁場になりますけどね、一回聞いてはい終わりじゃなくて、もし可能だったらね、どっかで倍速で構いません、倍速でねスピードね上げて倍速で構いませんけど、できれば何回か聞いていただくとよろしいかなと思います。でこれちょっと実際あった話なんですけど、 3,4 年前ですかね、うちから大学卒業1年目で受かった合格者の方がいたんですよ、論文に受かった方がいて。でその方は大学の在学中から鑑定士の勉強を始めたんですけど、途中でちょっと民法の勉強分かんなくなったって言って、私個別にちょっと相談を受けまして、で一緒にちょっとある店でご飯食べながらね、どういうふうにやったらいいですかって聞かれたんで、講義を合格基礎講座ね、講義を何回か繰り返しもう一回聞いてみてってアドバイスしました、ね。まあ、その子の場合ね、大学生ってことでまだある程度時間的余裕があったんで、で言われた通りね、その後 2回か3回くらいかな、この合格基礎講座の講義聞き直したらしいんですよ。で翌年最終合格しましたね。まあそういうこともありますんで。で次今度2番目ね、で民法の勉強の対象は条文と論点ですよ。これもさっきお話しました、意義、趣旨、要件、効果ね、条文ってこの4つに分けられるんですよ。またこの後具体的に中身ね
中でお話していきますけれども、答案中でこの条文を正確に使いこなせる、書けるようにするためにはこれら4つをしっかりね、これ理解して覚えることが必要ですよということで、これ実際さっきのね、これ要件ですけど、このこれですね、巻末付録、さっき皆さんにねご覧いただきましたけども、372ページのこれです、要件って、これやっぱりね、これ合格基礎的点全部載ってるんですよ。だからしっかりね、これで押さえとけばね、これを答案に書いてあと当てはめるね、そういうのができます。これ合格に載ってませんね、逆にこれ合格基礎的点に載ってますけどね、こういう要件をしっかりと覚えるっていうのは大事ですね。で戻りますよ、よいしょですね。で試験で重要な条文、決して数多くありませんから心配しなくていいです、ね、このテキストは結構ボリュームありますけどね、大事な条文に絞ってお話していきますから、ね、あの条文じゃ、あんまり大事じゃないとかは結構飛ばしますから心配しなくていいです、ね、でとにかく意義、ね、趣旨、要件、効果については合格基礎テキストに整理されてるんでね、しっかりと、ね、やっていきましょうね。であともう一個論点、ね、これは先ほどからお話してますけど、争いのある点、いわゆる論争点です。論争点、これを論点と呼んでます。ある学者は A 説を主張し、ある学者は B 説を主張している、そういう箇所です。でこの論点をまとめた教材がこうかけですよ、155個の論点載ってますよ。でさっきも実際ね、この巻末で皆さんにね回答例ご覧いただきましたけど、本試験ではこの論点を中心に出してきます。だからどうしてもね、さっきも言いましたけど、合格民法の勉強が最後は中心になっちゃうんですけどね、やっぱりこの意義、趣旨、要件、効果、これも実際ね、さっき皆さんに回答例ご覧いただきましたけど、本試験で聞かれるわけですよ。だからこういうのもね、合格基礎テキストでね、適宜確認していくようにしててくださいですね。で以上ね、次の段落です。するとどうしてもね、もうこれ何回もお話してますんで、これいいでしょうね。でそうですね、であとね、下から2行目、これお話しておきます。詳しくは講義の中でお話しますけど、いわゆる論点ね、これ155個合格民法に載ってますけど、この論点というのは条文の不備、あるいは条文の文言、これ覚えてください。文言って言います。これ言葉です、ね、条文の言葉を文言って言います。これ文言って読まないでね、ちょっと書いた方がいいかな。条文の文言って言います。条文の文言、ね、これ条文中の言葉を文言って言いますけど、これが不明確、意味がよく分かんない等の理由からこの論点というのが生まれてくるんですよ。いきなりポーンと論点が出てくるわけじゃないんですよ。でちょっと次のページをご覧くださいですね。で言い換えると、論点というのは条文から派生するものなんですよ、そういうこと。したがって条文の意義、趣旨、要件、効果の4つを無視して論点だけ勉強しても、その論点の正確な理解は得られませんよってことなんで、だからとにかく条文から離れないでください、ね、この論点をね、実際答案で皆さんに書いていただくとね、もう全く条文から離れて、全く条文番号も書かず、ね、完全に条文から離れたところでね、いろいろこう書く方います。私そういうのをね、空中戦と呼んでます。空中戦、空中戦ダメです、評価されません。なんで、だって条文から離れてるからです。法律っていうのは条文から離れたら絶対ダメなんですよ。条文から離れて、ね、このように解するのが論理的だからであるとか、結構ね、自信ありげに答案書く方いらっしゃるんですよ、ね、ダメです。そういう空中戦どんなにやってもね、ね、評価されませんから、ね、ですから次ね、論点だけでなく、ね、もちろん論点が勉強の中心になるけども、ね、条文の意義、趣旨、要件、効果についても合わせてしっかりと勉強していってくださいってことですね。こちらいいですね。でね、ちょっとこれはね、触れときます。今回の、民法改正があった、でもうこのテキストはもう改正民法当然の前提に載っけてるんですけども、従来ちょっとこれしといてくださいね。従来論点、合格に載っけてた、ね、論点、当然これ解釈を書かなきゃいけない。自分でね、この問題については自分はこのように考える、なぜならこうこうこうだからであるというような形でね、これこういうの解釈っていうんだけど、ね、こういう形で皆さんね、合格民法で従来勉強していた論点が今回民法改正によって明文化、条文化、明文というのは条文化ってことね、条文化されたという箇所が少なくないんですよ。いいですね。だから従来は条文がなかった、だから自分はこの問題についてはこのように考える、なぜならこうこうこうだからであるという、そういう解釈論を実際ね、この合格民法で勉強し答案で書かなきゃいけなかった。でも今回
そういうね、従来そういう解釈論でね、対応しなきゃいけなかった部分が条文化された論点が結構多いんですよ。そうすると何が言いたいかというとね、今後この改正民法、当然2021年からこの改正民法出るわけですけども、この条文の重要性が改正前よりもさらに高まったってことははっきり言えますからね。そういうことだからね、もうとにかく条文は大事にするようにしてくださいってことです。従来はね、もう条文がなかった、だからいわゆる論点ってことでね、解釈論書かなきゃいけなかった、自分はこの点こういうふうに考える、なぜならこうこうこうだからであるっていうのをね、降格民法で覚えて、それを当然書かなきゃいけなかった。でも今度それが結構条文化されてるんですよ。だから条文さえ使えればもうすぐにこの論証が終わっちゃうんですね。そういう論点が少なくないです。でね、一応ちょっとこれも触れておきますと、ちょっとこちら見てほしいんですね。降格です、降格民法なんだけど、例えばね、そうだな、ちょっと見てくださいね。50番、共同相続と登記ってことで、これもね、昔からある、ね、典型論点、長がつくくらいの典型論点です。有名です。でこれもやっぱり従来はね、これ論証なんですけども、いろいろねこれ書かなきゃいけなかったんですよ。結論書いて、自分はこのように解する、でなぜならこうこうこうだからやるっていうのを書かなきゃいけなかったけど、見てください、明文化されたんですよ、ね、でこうやってね、今回改正民法によってね、この論証が変更された箇所はこうやってアンダーライン引いてありますから、ね、ただ皆さんはね、今回初めて民法を勉強するって方ばかりなんでね、別にあまりこのアンダーライン気にする必要はありません。ただ私が今申し上げたいのはね、従来はここね、条文がなかったんだよ、ね、だから解釈論書かなきゃいけなかったんだけど、今回の民法改正でこの条文899条の2第1項、これ相続法の規定なんですよ。相続法の改正で、ね、新しく新設された規定なんだけど、これを書けばこれで論証終わっちゃうんですよ。こういう論点が増えたってことだから、なおさら何回もしつこく言いますけど、条文の重要性が高まってますから、ね、その辺の意識はしっかりお持ちになっ てください。いいですね。でちょっと戻りますよ。いろいろね、今回1回目でね、いろいろ皆さんにお伝えしなきゃいけない内容ありますんでね。でもう1回戻ります、こちらね、よいしょ。であと次、今度丸3に行きます、こちらね。で合格基礎と基礎と降格、これはね、あとで読みになってください。さっきお話をいたしましたね、最初は合格基礎講座でこの合格基礎と基礎しっかりやってって ね。でその後は降格民法だよ、ね、でこれもさっき申し上げました、降格民法ね、これ重要度 AA とシングルの2種類だけでいいよ、ね、重要度 BC は飛ばしちゃって構いませんよって申し上げました、ね、で最終的にはここね、最終的には降格民法に掲載されている論点の論証を理解ですよ。暗記に走らないでね、理解して暗記、ね、もちろん暗記も大事ですから、ね、そうじゃないと書けませんから、ね、理解プラス暗記、まずは理解です、ね、理解暗記してそれを答案に書けるようにしてくださいと、それで十分合格答案になります。でそこでね、これもさっき申し上げました、最初は入門用として合格基礎テキストを用い、その後は降格民法を中心に使って合格基礎テキストは知識の確認用に、いわば参考書として使っていただければよろしいと思いますってことで、これもさっき申し上げました、ね、で次、今度丸4、無駄な勉強はしない、ね、これもね大事なんですよ。これ読むとね、先生それは当たり前でしょって皆さんおっしゃるかもしれないけど、これ意外とね、意識してない方意外と多いんですよ。どういうことかっていうとね、ここ論文試験は当然ながら書面審査ですと、したがって答案用紙上に表現されたものが全てなんですよ。逆に言うと、どんなに深く勉強してもね、まあ、もっと言うと学者レベルまで掘り下げて勉強しても、それが答案上に書けなかったら無価値なんですよ。無価値っていうか、私からするとゼロじゃなくてマイナスだと思います。その分の時間とエネルギー浪費してるから、そういうこといいですね。だから何が言いたいかというとね、勉強に際しては常にね、勉強するに際しては常に今勉強している内容を答案にどうやって書くのかな、どうやって書いたらいいのかっていうのを意識するってこと、特に民法これ大事です、ね、いいですね。でそれをいつも意識していれば無駄な勉強をしなくなりますから、いいですね。どんなに深いね理解を得ても、どんなに細かい知識を覚えても、答案上に書けなかったら無価値ですよ。だったら初めからやんないってこと、これが無駄な勉強しない。そうすると本当にね、皆さんが理解し、そして暗記すべき対象が見えてきますから、本当にこれ見えてきますよ。これ意識しないと本当に無駄な勉強して終わっちゃいますよ。で次、
で今度丸5番ね、これもねほぼほぼ申し上げてますけど、とにかくね民法の勉強のね9割、これちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、一応ほとんどね 大部分は理解です。で1割が暗記ということでね、これをしっかりとねまた後でお読みになってみてくださいね。で次今度右のページです。で6番、これもねちょっとここで取り上げます。高得点狙わないでねってことで、でね民法は司法試験等で専門的に勉強した方以外はちょっとねもう大変申し訳ないですけど、まあ高得点取りにくいです。なかなかねいらっしゃるんですよ。うちの受講生さんでも本試験で80点、1問について80点以上取る方いらっしゃるけど、なかなかね80点以上ってのは厳しいです。大体がね、まあ、60から70ぐらいかな。うん。そんな感じですよ。よく、いい点数でもね。だから、もっと言うと、結構ね、低いレベルの戦いになってるんですよ、民法って。もちろん、年によってね、問題の難易度違いますから、ね、多少この辺のね、点数っていうのは上下しますけども、大体ね、まあ、こんな40から50ぐらいの間での、まあ、競争ですね。ですから、こうね、多くの受験生が書けるような基本論点、ね、こう書けていくと、ダブル A とシングル A の2種類レベルの論点についてしっかり準備しておけば、基本的に OK なんですよ。それ以外の論点や問題が出ても、ほとんどの受験生書けないので差がつきませんよ、ということで。これね、今ダブル A とシングル A って言ったんだけど、もっと言うとね、特にこのシングル A レベルですね、これもやっぱ大事なんでしっかり理解して覚えてほしいんですけど、シングル A レベルのね、論点が本試験出てもね、実際後で皆さんにね、その書いた答案、見せていただくとね、書けてないんですよ。書けてない。そのシングル A レベルでもですよ。で、なんでかというと、これある意味当たり前なんだけど、やっぱり本番ってね、緊張もするし、他の科目もね、当然もう頭にパンパンに詰め込んでみんな3日間試験を受けるわけでしょ。民法だけじゃないってことですよ。だからどんなに基本レベルの論点だよって言ったところでね、当然皆さん他の科目いろんな知識も詰め込んで本試験受けなきゃいけない。当然くたびれてますよ、ね、それまでの準備期間結構あって、いざ本番3日間でしょ、暑い盛りに、ね、で当然いろんなプレッシャーもありますから、なかなか自分の力を十二分に発揮できる人って少ないんですよ。そういうのもあるの。だから受かった方の答案見てみてもね、あれこの人答練だったら、あるいは公開模試だったらもっとねいい答案書くのに、なんでこんな論証しか書けなかったのかなっていう方少なくないんですよ、ね、こういうのもちょっと知っておいてください。するとちょっと安心できるでしょう。これが本試験だから、ね、であと最後ですね、形式面、ね、これはまた合格基礎答練でお話します、ね、独特の表現があるんで、ね、そういうのを無視しちゃうといつまで経っても点数伸びません。そういうこと、ね、これは合格基礎答練で改めてお話をいたします。いかがでしょう。随分ね喋ってきましたけどもね、とにかくね、まあ、民法についてはね、先ほど来申し上げている通り、やっぱり法律科目ってことで独特の分野です。従いまして、まあ、5にいれば5に従えってことで、とにかく頭切り替えてね、この後私どんどん喋ってきます。この後中身入ってきますけど、大事なところね、どんどん喋って、また書き込んだり線引いたりしてきますから、皆さんの方におかれましてもね、一応まあシャーペンでいいですよ。無理にマーカーで塗らなくてもいいですよ、ね、シャーペン1本用意して、ね、私が書き込んだところ一応、ね、メモするような形で聞いていってください。でとにかく一緒に考えてください。いいですね、考えて理解する、ここにぜひ重点を置いてください。まかり間違ってもどこ覚えるのかなってことで、覚える箇所を探すようなね、そういう行政法規的なね発想は捨ててくださいね。いいですね、これもね冒頭から申し上げている通りです。じゃあ中身入っていきましょう。じゃあページめくってください。よいしょ、こちらですね、1ページです。1ページ、民法の考え方ということで、ね、またちょっと総論的な話が続きますけど、ちょっとこちらね図をご覧くださいですね。でまずこの相続、ね、で下左下が財産法、右下が家族法で、家族法がさっきもねご覧いただきましたけど、親族法と相続法に分解されますですね。で試験でね、これ中心的に聞いてくるメインはこっち、財産法です。これもさっきね見てきましたね、財産法で、この財産法は物件と呼ばれる権利と債権と呼ばれる権利ね、共にこれお尻が権でしょ、権、物件、債権ね、これ権利を指します。物件、これこの後見てきますけど、物に対する権利、これを物権って言います。で債権というのはこれ人弁でしょ、だから債権というのは人に対する権利です、ね、人に対する権利が債権、物に対する権利が物権、ね、とにかくお尻に権がついたら権利だな、ね、
物に対する権利、人に対する権利、ちょっと軽く頭入れておいてください。またこの後すぐ出てきますからね。で、物件については物件総論、物件格論、こうやってまず総論と格論に二分されて、で、格論がこれ具体的な内容です。したがってこの物件の具体的な種類がずらずらって出てきます。占有権、所有権、用益物件で、この用益物件の中でまた後でやりますけど、地上権だとか地域権だとか出てくるんですね。あと担保物件の中で私権、抵当権とか出てくるんですよね。とにかく具体的な物件の種類がずらずら出てくる。こういうのを取り扱うのを物件格論って言います。で、格論のね、具体的な中身の格論の共通項をまとめたのを総論って言います。総論。で、このね、民法を見ていただきたいんですけど、一番上に相続って上がってます。これやっぱり下のね、財産法と家族法の共通項をまとめたのがこの相続なんですよ。相続。ね。だから民法ってね、これ条文ね、ご覧いただくとお分かりになると思うんですけど、必ず上にね、まず総論的なね、内容が来て、その下に格論が来るんですよ。で、さらにこっちを見ていただくと、物件の中でもね、また、ね、物件総論が来て、また物件格論。こっちもそう、債権もそう。債権格論が来て、債権格論。ね、こんな契約総論とか契約格論とか、こういうのずらずら来る。だから総論、格論、総論、格論っていう、そういうね、そういうあの構造になってるんですね。まあ、これは条文ご覧になると分かります。で、ともかく、いいですか、私権対策上はこのゴシックになっているとこ、相続、財産法で物件、債権、あとそれぞれでしたね。こちらを重点的に押さえていきますですね。で、逆にこれ右側のこれ民調体ですね、家族法の親族相続、これはねほとんどあのストレートには聞いてきません。ストレートには聞いてきません。ただこの中身ですね、この家族法の中身で、この左の財産法と関連する分野は論点として聞いてきます。さっき皆さんにご覧いただいた899条の2ですよ。さっき高架家でご覧いただいた共同相続登記ってやったでしょ。あれさっきもご覧いただきましたけど、あの条文自体は相続法の規定です。でも相続法プロパーで聞いてこないんですよ。ね、この財産法、ね、家族法、あの相続法だけじゃなくて、右側の財産法と被る、そういう論点が本試験で聞かれますから。だから家族法だけをプロパーで勉強する必要はありません。いいですね。ですからとにかくこの家族法についてはそれほど意識しなくていいです。ですからこの講義の中でもそんなにあの特別に取り上げて講義いたしませんから、とにかくね、覚えてほしいのはこれ、相続と財産法で、財産法の中が物に対する権利の物件と人に対する権利の債権に分かれるよ。で、それぞれの具体的な中身が下にずらずらと上がっているよ。とりあえずこれだけ今簡単に頭入れておいてください。よしですね。右のね、親族相続はこれ自体は単体で聞いてきません。いいですね。左側の財産法と被る、そういうものが論点として聞いてくるだけですからね。で、一応これね、まあ、民法の学習に際してはこの図を意識してくださいって一応載っけたんですけど、一応これが全体構造なんですよ。まず相続があって、で、まず左側のね、財産法のまず次に物件が来るんですよ。相続の次がこの物件で、その後が債権で、その後が今度家族法の親族が来て、最後が相続です、ね、こういう一応5つ、相続、物件、債権で、親族、相続、この5つに対比することができるんですね。で、一応ご自分がね、勉強してるのがどの辺かなってちょっとね、あの意識する癖ですねをつけておかれるとね、あのそんなこう迷路にはまらなくてよろしいかなと思いますけど、また最初はね、どこ勉強してるかなんて分かりませんからね、ある程度勉強進んだら、今自分はここだな、債権総論だな、ね、そういう形でちょっとね、意識なさるとね、あの迷路にははまらなくてよろしいかなと思います。一応これね、ちょっと条文集をちょっと見ましょうかね。民法条文集ちょっとご用意ください。よいしょ、こちらね。で、ちょっとめくっていただきたいんですけど、ちょっと目次が出てきます。よいしょ、ちっちゃくしますよ、目次ね。で、まずが今お話した相続です。まず相続が来る。で、次が物件、いいでしょ。で、ちょっとページめくってください。今度裏のページが、今度第3編が債権、ね、で、ここまでが財産法です。財産法で、今度右の3ページの方行っていただくと、今度第4編が親族で、家族法の中のまず最初が親族、ね、これいろんな具体書いてあるでしょ。婚姻とか離婚とかね、実子とか養子とかね、こういう内容で、最後が、4ページですね、ご覧ください。これは第5版相続です。相続で、相続分とか遺産の分割とかいろいろ出てきます。こちら遺言とかね、私個人的にはね、こういう家族法大好きなんですよ、財産法よりも。ただ試験ではね、財産法です。
圧倒的に効いてくる。で、あと最後一応借地借家もね、これも大事です。これ賃貸借で必ず使いますから、この借地借家の条文もね一応載っけてあるよってことで。ちなみに借地借家法についてはね、これ名前の通りね、前半が借地です。ちょっと印つけますよ、ね、で後半が借家、家を借りる場合、ね、この2つに対別されますから、ね、だから条文探すときもまたその時お話しますけどね、条文探すときも借地関係だったらこの条文の前半の方です、ね、で借家だったら後半の方、ね、それはもう借地借家とかで、あ、借地が先だな、借家が後だなって、こういうのちょっと軽く頭に入れておくと条文引くのも早くなりますから、ね、またその時にお話をいたします。まあ、こんなとこですね。じゃあちょっと続きますよ。でいよいよちょっと具体的にね、また文章を見ていきます。ちょっとぜひね、皆さんもお付き合いください。あのぜひね、じっくり読んで考えてくださいですね。よいしょ、こちらね、ちょっとここ大きくしますよ。でこの後ご覧のね、今ペンで示している箇所、ここを読んでいきますけど、これは覚えなくていいです。覚えなくていい。ただ一回読んで頭通してください。頭通すっていうのは考えてくださいってこと、ね、それでいいですから、覚えなくていいですよ。答案には書きませんから、ね、ただこれこの後民法っていう法律を勉強していく上で前提となる知識なんですよ。前提知識です。いいですね。でいきますよ。民法は基本的に私人、ね、これ厳密に言うと国地方公共団体と、こういうの公的機関っていうでしょ。国とか地方公共団体、ね、都道府県市町村とか、こういうの、あの公的機関って言いますけど、こういう公的機関以外のいわゆる一般市民を私人って呼んでます。私人です。いいですね。これ私的な人、ね、で私人と私人との横の関係を扱う法律を私法って言います。私の法、私法で、この私法の中の一般法、これが民法なんですよ。逆に特別法、ね、一般法の反対概念を特別法って言いますけど、ね、この司法の特別法が商法だとか労働法なんですよ。でこんなの一回見とけばいいです。これ大学入るとね、あの法学っていう科目があって、これで一番最初にやるんですよ。ちょっと私懐かしいんですけど、ね、こういうこと。で逆に国地方公共団体等と私人との縦の関係、これを扱う法律を公法って言います。公の法。さっきの司法の反対概念です。で例として憲法だとか刑法だとか、ね、こういうものがあるんですよってこと。で次のページめくってください。よいしょ。でこちらの図が入ってきます。よいしょ。見えますかね、これでね。で今前のページでね、活字でお話した内容を図で示すとこういう図になるんですよ。これもね、もう随分昔からね、学者とかなんかがね、説明するときによく書く図なんですよ。これ本当にね、いろんな学者がよく同じような図を書くんですよ。で一応ね、これまあこれはこれでちょっと覚えちゃってほしいんだけど、上にこういう公的機関来るんですよ。国地方公共団体との公的機関で、下に私たちのようなね、一般人、いわゆる私人を持ってくるんですよ。でさっき前のページで見たようにね、国地方公共団体との公的機関と私たち私人との縦の関係、縦、ね、これ縦っていう書き方するんですよ、昔から伝統的に、ね、こういうね、関係を規律する法律がさっき前のページで見た公法です。憲法とか、あと刑法だとか、ね、あともうちょっと言うと行政法規で勉強したあの不動産登記法なんかもそうですよね。あれ私たち私人が、ね、この法務局、ね、この国でしょ、法務局に登記申請するでしょ。やっぱり縦の関係です。だから不動産登記法も一応公法に入ってきますね。でそれに対して横、私人 A さんと私人 B さんとの横の関係って形で、これ昔から学者が説明するんですよ。これを司法って言います。この関係、私人と私人との間の関係を規律する法を司法って言って、まさに民法がこれなんですよ。いいですね。だからこの後民法を勉強していくと皆さんお気づきになると思うんですけど、こういう公的機関が顔を出しません。顔を出しません。もうとにかく徹頭徹尾、もう私人だけなんですよ。 A さんとか B さんとか C さんとか D さんとかそういうことね、ちょっとこれは軽く頭入れといてください。でね、一応、そうですね、ちょっと一点踏み込んでお話しておきますと、ここの図の理解ですね、ここの図の理解が必要な論点がちょっと1個あるんですよ。まだこの後ね、あのその時にまた勉強いたしますけども、ちょっとね、公掛民法ご用意ください。でね、ちょっとこれ1回示しておいた方がいいか。公掛の
27番開けてください。高架家の27番、よいしょ、こちら、ページでいくと60ページです。高架家民法60ページ、投資番号27番です。110条、またこれその時やりますね。これ表権代理って言うんですけど、の基本代理権のところで、公法上の行為の受験、ね、この時にこの公法、ね、公の方で、実際これさっきお話したように登記手続きが入ってくるんですよ、ね、これまたやります。これ A ランクです。重要な論点の一つですね。でこの時にね、ちょっとメモする方はメモしておいてください、ね、この27番、ね、ちょっと戻りますよ、さっきのテキストね、よいしょ、ちょっとボケちゃった、よいしょ、ちょっとピントを戻して、よいしょ、いいですね。だからちょっとこれ書いておきましょうかね。よいしょ、この図でね、あ、これ縦の関係だな、登記申請も縦の関係だな、これが切りするのが公法ね、公法っていう法律だったな、民法は司法だよな、ね、この知識を使いますんで、だからここね、ちょっと高架家ですね、高架家の、まあ、ナンバー、これで分かりますね、ナンバーでね、ナンバー一応27って書き込んできますんでね、これぜひこの高架家ナンバー27、これね、ここの論点27番で勉強するときはこの図をご覧になってみてください。そうすると理解ができますから、いいですね。その時ぐらいですね。他ほとんどこの図使いません。ね、だからまあ一回ちょっと、あ、こんなもんなのかってのね、頭通しておけば OK です。よしですね。で、その下いきますよ。で、あと、よいしょ。ちょっとその下続きます。もう下はね、もう先ほど来ずっとお話している内容です。ほとんど重複しますけど、民法はまず、民法全体に共通する内容を定めた相続。これさっき前のページで見ましたね。1条から169条が規定されているよ。で、その下に財産法と家族法の2つが来るよ。で、財産法は物件と債権の2つ。で、家族法は親族相続の2つにそれぞれ分かれるんだよ。お話しましたね。で、ちょっと次、ちょっと注意してほしいんですけど、財産法は物件と債権という財産関係の権利、ね、お尻が権でしょ。権利を対象とするものであり、ちょっと注意しておきますよ。ここね、物件とは物に対する権利、これはさっきも言いましたけど、ね、覚えちゃってください、ね、物件、物、物に対する権利で、それに対して債権、これもさっきお話しましたね、これは人に対する権利ですよ、ね、債権の際は人弁だから、あ、人だな、人に対する権利だな、ね、で法律ってね、この世に存在する目に見えるものをね、物と人に分解するんですよ、法律って。そういうこと。だから物に対しては物件、人に対しては債権、ね、民法はこういう、ね、あの言葉で説明するんですね。そういうことで、あとは下はいいですね、これね、またご自分でざーっと、もうさっきお話してますね、ざーっとご覧になってみてください、ね、いろんな内容がそれぞれね、何条から何条までこういう項目が載ってますよ、ね、ずっと載っけてありますから、よろしいですかね、こんな形です。でとりあえず一回どっかでね、さっきもね、条文集の目次ご覧いただきましたけどもね、ああいうのペラペラとめくってるとなんとなくね、全体像が入ってきますからね、その上でしっかり合格基礎テキストでね、大事な知識しっかりと押さえていきたいと思います。じゃあちょっとここで休憩入ります。10分間お休みください。はい、それでは後半の第3ユニットに参りましょう。ではですね、改めて3ページですね、こちらご覧ください。よいしょ、よいしょ、いいですかね、こちらで、ちょっとこっからですね、さらに専門的な内容を見てまいります。帯番号2番ですね、民法の体系、3ページです。合格基礎テキスト3ページ、こちらをご覧ください。民法の体系、ね、で、これいわゆるレック体系って一応呼んでるんですよ、昔からです。これ私がつけたんじゃないんですよ、これ昔からもう何十年も前ですね。レックって司法試験のね、予備校でスタートしたんですけど、その頃からね、これ民法をね、講義するときはこういう形で講義したそうです。まずこれね、上が原則形です。意思表示の合致により売買契約成立、こちらが原則形、まあ、基本形って言ってもいい、ね、要するに民法のね、
取り扱う内容の大部分が上なんですよ。こちらなんですよ。今ペンで示しておくです、ね、意思表示この後見てきますの合致によって売買契約が成立するよ、ね、こちらを取り扱う、これがメインなんですよ。でその真逆が下です。契約すなわち意思に基づかない法律関係ってことで、具体的には不当利得っていう制度、あるいは不法行為っていう制度が出てくるんですね。で民法ってとにかくね、勉強していくと分かるんですけど、とにかく意思ね、これ意思に基づいてこういう法律関係とかできるっていうのを基本形にしてるんですよ、ね、で逆に意思に基づかなくても法律関係が発生する場合もあるんですよ。これイレギュラーです。イレギュラー、この後見てまいります。でこういうのをね、まずしっかりと頭に入れとくと、この後ね、いろんなね民法の知識条文をね頭に入れていくわけですけども、整理がしやすいってことで、昔からこれねレック体系ってことで、こうやって大きく意思表示に基づくのか基づかないのか、こうやって大きくねこの制度をね二分してこうやって見ていくっていうことなんですよ、ね、でもうちょっと大きくはいいかな。まず左側、これ A さんです。ちょっと名前がちっちゃくて申し訳ないです。これ A さんね。で右側が B さんです。で共に試験の主体って書いてありますけど、まあこの試験っていう言葉自体そんなに気にしなくてもいいです。これよくね学者が使うんですよ。説明概念としてよく試験試験って言い方するんだけどね、これ一応下に載っけてあるんですけど、ここですね、丸1試験、民法のような司法、これさっきやりましたね、私人と私人との横の関係を切り進むのを司法って言ってね、この司法上の権利のことを試験っていうだけですね、だから略して司法上の権利、これを略して試験って言ってるだけ、ね、あんまり気にしなくてもいいですこれ、ね、でまず左側が試験の主体 A さんで、右側が、ねまあ、簡単にも主体って言いますけど主体の B さんで、 A がその所有している土地付き建物を売るってこれ意思表示ですしました。でそれに対して B さんがあ買うよ意思表示をして、この2つの意思表示が合致をすると AB 間に売買契約っていう契約が成立するんですよ。これが基本形です、ね、民法ってねこの後見てきますけども、いろんな契約を規定してます。13種類、ね、典型契約っていうことで13種類、もちろんその13種類以外の契約も OK なんですよ。とにかく基本はこの意思表示の合致によって契約が成立するよっていうのをね、これを基本形として民法は定めているよってことなんですよ、ね、でそれ裏が逆、裏がこっちね、契約意思に基づかない、ね、だから表と裏、表と裏ちょっと書いてもいいかな、これ表と裏、表があれば裏があると、そんな感じですね。これがレク体系です。でこの後ちょっとこの意思表示を中心に見ていきます。ちょっと側中ご覧ください。コメント欄いきます。結構ねここ目いっぱい大事な知識入れてますんで、ちょっと静かた方がいいかな。ここのコメントはちょっとぐるっと囲いました。これ非常に大事です。今後皆さんがね勉強していかれる中でもね、ちょこちょここれね見てほしいんですよ。非常に重要な内容、ちょっと本当は本部に入れればいいんですけどね、コメント欄にギュッとこれ詰め込んでありますんで、いいですね。ここのコメントは大事にしてください。で、いきますよ。右の図で A の売る、さっき言いましたね。売るよ。土地付き建物、売ってあげるよ、ね。売るという、これ意思表示って言います。この意思表示って言葉はもうたった今覚えてください。たった今です。ね、難しくないでしょ、ね、これこの後、もうね数えきれないくらいこの言葉出てきますから、これ法律用語ですもちろん。でねちょっとこれ書いた方がいいか、注意してほしいのが、特にこの意思表示のこの死っていう字ね、これはこころざしっていう字は使わないでください。これバッテンですね。これ結構ね勉強進んだ方でも時々ね当連で間違えて書く方いらっしゃるんですよ。非常に印象悪いです、ね、この今後ねこの意思表示って言葉がね数えきれないくらいテキストとか公掛民法にも出てきますけどもね、その時必ずこれ思うっていう字を使ってください。志って使ったらこれ罰です、ね、これはもうこの意思表示って完全に法律用語なんですよ。専門用語なんですよ。で専門用語だから正確に書くってこと。これ答案中でこの志なんて書いたらもう相当減点受けますよ。
こいつ全然分かってねえなって採点者思われちゃいますからね。で続きます。で意思表示と、で今度逆に B の買うよっていう意思表示が合致すると売買契約が成立します。だから意思表示の合致なんですよ。これによって契約が成立する。これ他の契約もそうです。基本的に意思表示の合致だけ成立するんですよ。だ売買の場合も売るよっていう意思表示と買うよっていう意思表示合致すると契約が成立しますよってことで、ここでね注意してほしいのが条文があるんですよ。これちょっとアンダーライン引こうかな。これ改正民法で明文化されたんですよ。従来はこんな条文なかったの。なくても当たり前だよ、そういうふうに理解されてたんですよ。ここにこう口を挟む学者もいなかったんですよ。でも今回民法改正によって、ね、この条文が新設されました。ちょっと条文書開けてください。522条の1項ですね。522条のよいしょ、こっちですね。ちょっとちっちゃくしますよ。よいしょ。522条の1項です。条文集55ページです。条文集ページでいくと55ページです。開けてください。ですね。でこれ第2章契約とかですね。で522条です。こちらですね。522条1項を見てください。これねちょっと横に書きますよ。これ1項2項って言います。これ項ってこういう字ですね。これ序はいいでしょう。522条、ね、何条って言い方しますね。1条2条とか、ここは522条です、ね、の中の、ね、これ項です。これ1項2項、これ2はねこれ2項って意味です。で1項の1は表記しない決まりになってるんですよ。ですから上もそう、1って3要数字出てないでしょ、ね、でもこれ2項が出てれば、2っていうの数字が上がってればその上の条文が1項だって、1項を指してるってことはご理解ください、ね、なんか不思議となんか昔からそういう決まりらしいんですよ、ね、これどの六法見てもそうです。1項の1ってのを表記しない決まりらしいんですよ。書けばいいのにね、なんか ね、まあいいです。だからこれ1項です。見てくださいね。いきますよ。契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示、これを申し込みって言います。に対しで相手方が承諾をしたときに成立する、契約が成立する、いいでしょ、ね、これ契約締結を申し入れる意思表示、これを申し込みって言って、でこの申し込みとかこれ承諾ってそんなに気にしなくてもいいです。とにかく2つの意思表示が、ね、合致すれば成立するよ。でこれをしっかり押さえてほしいんですよ。ちなみにこの申し込みと承諾ですね、これどう違うのかというと、先に行われた意思表示を申し込みって言います。で後から行われた意思表示を承諾って言うんですよ、ね、ただそれだけ、ね、あんまり答案で使わないですね、申し込みとか承諾とか。ただあの理解するときにね、申し込みとか承諾っていうのがね使あの分かってると理解は早いと思います。ただ答案であんまり使わない。とにかく意思表示合致すれば成立するよ、これはしっかり押さえてください、ね、で一応これ申し込み、今言ったように先に行われた意思表示が申し込み、後から行われた意思表示を承諾っていうんですけども、ちょっと戻りますよ。したがってこのテキストですね、ちょっと合格基礎テキスト戻りますけども、もしねもしこれ B の方が先にこれこの土地付き建物買いたいんだよってもし意思表示してれば、 B の方がこれが申し込みなんですよ。でそれに対して A が、あ、ちょっといいよ売ってやるよ、これが承諾で、逆にこれ A の方がちょっと売ってやるよ、ね、この意思表示先にしてればこちらが申し込みで、あ、いいね買うよ、ね、後からね、B がこの買うっていう意思表示してればこちらが承諾ってことか、ね、ただそれだけなんですよ。難しくないでしょ、ね、で戻りますよ。でもう一回このコメントねここね本当大事なところなんでね。で次です。でここで意思表示だね、今先ほど来ねずっと意思表示言ってきましたけど、意思表示って何ぞよってことですね。意思表示とは権利変動、ね、この権利変動ってこれもねちょっと覚えちゃってほしいんですよ。覚えてほしい。権利変動、権利の発生移転消滅、生まれてねこれ移動して消える、いわば権利の一生ですよ。こういうのを総称して権利変動って学者が言うんですよ。権利変動、動く、生まれてね移転して消える、発生移転消滅、これを総称して権利変動って言いますね。で続きますよ。ここで意思表示とは権利変動、発生移転消滅という法律効果、またこれ後でやります。ちょっと軽く見といてください、ね、
法律効果を発生させようという意思、これを内心的公開しって言います。これまた出てきますけど、これ覚えちゃいます、ね、内心的公開し、ね、これ意思、内心的公開しって言います、ね、また出てきます。これも後で覚えてきます。を外部に示す。で当然意思表示だから、内面にとどまってたら意思表示じゃないでしょ。当然一定の、ね、内心の意思を外部に表明することが必要です。だからこう最後外部に示す行為で、これで締めくくってるわけですよ、この定義を、ね、これある学者の、ね、有名な先生の本からの引用なんですけど、ね、意思表示とは権利の変動、ね、権利変動、発生移転消滅という法律効果を発生させようという意思、これを内心的公開しって言いますけど、これを外部に示す行為ということですね。でちょっとアンダーライン引いておきますね。これはね、これ答案ではね使わないんですよ。答案では使わないんだけど、ただね、これこの後のいろんな内容を理解する上での前提になりますから、これはね理解はしといてください。まるまるガチガチに暗記はしなくていい。答案で使う場面ってあんまりないんですよ。あんまりっていうかほとんどないって言ってもいい、ね、だけどこれね、これを理解しておくとこの後のいろんな制度が理解しやすいんですよ。だからこれは理解として、ね、理解するあの説明としてちょっとねアンダーライン引いときますんで、ね、ちょ頑張って、もし暗記できるんだったら暗記したら、これはもう本当にいいですよ。ただ暗記しなくてもいいです、ね、一応理解はしておいてください、ね、意思表示で続けますよ。で売り主 A の売る、ここね、売るという意思表示は家の所有権、ね、これまたこれ物件であります、ね、所有権、なんとなく分かるでしょ、所有権、所有する権利、ね、これ物件の中で一番最強なんですよ。最強なの、完全円満な、ね、これ目的物を支配する権利って言います。また後で、ね、あの物件の時詳しくありますから、ね、家をこれ自分のもんだよって主張する権利です。これ所有権って言います。家の所有権を買い主 B に移転、さっき上でやったでしょ、発生移転消滅、これ移転ですよ、移転、これ権利変動でしょ、ね、買い主 B に移転、権利でしょ、しようとする意思を外部に示す行為ですよ、ね、でそれに対してこの逆に買い主 B の買うよ、これね、右のページ、これね、買うよ、ね、という意思表示は家のやっぱり所有権、同じです、上の所有権、所有権を売り主 A から取得、ね、これ権利移動、やっぱ権利変動ですよ、権利変動、ね、取得しようという意思を外部に示す行為ですよ、やっぱり意思表示なんですよ、意思表示です。いいですね、単に内心の意思を外部に表明するだけじゃ足りませんからね、いいですね、それが意思表示っていうふうに覚えたらダメなんですよ。あくまでも権利変動という法律効果を発生させよう、ね、権利を発生させよう、移転させよう、証明させよう、こういうのを法律効果っていうんですけど、こういう法律効果を発生させようという意思じゃないといけないってこと。いいですね。またこれね、あといろんな制度ね、時にまた使いますからね、ちょっとここは一回置いときます。ね、これ理解して使えるようになると、いろんなね、制度が本当にね、スーッと入ってくるようになりますから。結構難しいですよ。今日1回目の話でやる説明としては、これ結構かなり高度なんですよ。ね、だから今すぐ分かんなくてもいいです。またこの後ね、この内心的公開しとか、ね、あるいはこの法律効果とか、またこの後後ろでね、ご説明しますから、ね、またそれを踏まえてまたこの定義、ここにね、ここのコメントね、ここに立ち返ってみてください。そうするとまた理解が深まりますから、いいですね。で続きますよ、よいしょ、ちょっと下に持ってって、で次です。今度もし AB 間に上記のような意思表示、ね、売るよとか買うよとかこういう意思表示がないのに、 B が勝手に A の家、ここね、これね、 B が、ね、勝手にこの家に戻りますよ、移り住んでいた、た場合にはどうなるのか、ね、この人何の権限もないでしょ、ね、でこの場合には当然 AB 間に売買契約なんか成立しません。当たり前です、意思表示なんかないもん、いいでしょ、これ当たり前で、じゃあ何も生じないのかというと違うんですよ。次なの、代わりに B には、 B ってこいつね、勝手にこの A が所有してるこの家に入っちゃったやつね、代わりに B には不法行為、ちょっとアンダーライン引きますよ、これです、不法行為っていうやつが成立して、 B は A に損害賠償義務、これね、損害賠償義務っていうのは簡単に言うと弁償です、お金で弁償するの、この A が被った損害をお金で弁償する、これを損害賠償って言います。でこの言葉もおいおい覚えていてください、結構いろんなところ出てきますから、損害賠償、とにかく民法はね、もう基本的にお金で処理します、ね、この私人間の、 問題なんで、さっきも言いましたけど公的機関顔出しません、
いいですね。だからこの不法行為、ね、不法行為ってこれ簡単に言うと違法行為です。ね、で、これ人を殺すとか、ね、人を傷つけるとか、人のものを壊すとか、ね、これもし刑法、ね、あの刑法っていう法律があって、これです。これさっきもちょっと顔出しましたけど、これ公法です。ね、こちらの字でいくと、これ公法に入ってきます。刑法って犯罪と刑罰を規定してるんですよ。で、皆さんの中で、ね、ご覧になったことあるかもしれません。ね、これ要するにこういう警察と公的機関でしょ。警察と私たち私人、私たち私人が例えば、ね、人を傷つけたり、場合によって人を殺したり、人のものを壊したり、そういえば当然警察が飛んできます。で、私たちは逮捕される、ね、こういう盾の関係だから、これね、刑法っていう法律、これ面白いんですよ。勉強するとね、これ公法って言われてるんですよ。公法って言われてる。これ勉強するとね、罪名がずらずら出てきます。人を殺したら殺人罪、人のものを盗んだら窃盗罪とか、人のものを壊したら器物損壊罪とか、ね、こういうの出てくる。だけど戻りますよ、民法はね、これ全部不法行為っていう言葉で説明するんですよ。罪名出てきません。その点が刑法と違うんですよ。刑法ってこれ公法、今言ったように公法です、ね、これ私たちと警察との盾の関係ね、記事するんだけど、これ刑法を見ると罪名が出てくるけど不法行為出てきません。民法は全部不法行為なんですよ。人を殺しても、ね、人のものを盗んでも、人のものを壊しても、全部不法行為って言いますから、これちょっと軽く頭入れといてください、ね、またこれ後ろで勉強します。これ一番最後に勉強します。不法行為後ろで出てきますんで、いいですね。全部、ね、悪い行為、違法な行為は民法上は不法行為って言います。全部不法行為、罪名出ません。刑法と違うんですよ。刑法はちょっと書いておくと、これ罪名が出てくるんですね。これ罪名出てきます。殺人罪、窃盗罪、器物損壊罪とかね、民法は出てきません。全部不法行為ですね。で、不法行為成立すると、この損害賠償義務っていうのが発生します。709条です。こちら。で、ちょっと条文開けてください。条文集です。709条開けてください。これもちょっと一回見ておきますよ。で、709条、73ページですね、条文集。よいしょ。こちらです。条文集73ページ第5章、不法行為709条です。これが、ね、不法行為って結構いろんな条文あるんですけど、一番頭にくる、ね、トップバッターの条文が709条です。故意、わざとね、わざと。過失、これうっかりです。誤ってってこと。だからわざと、あるいは誤って他人の権利または法律上保護される利益を侵害した、ね、例えば人のものを壊しちゃったとか、これわざと壊せば故意です、ね、誤って壊せば過失です。ね、共にこれ他人の車を壊しちゃった、ね、そういう場合はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うってことで、ね、さっきも言いましたけど、民法で規定したの全部違法な行為や不法行為って言います。罪名出てきません。で、さっきも言いましたけど、民法っていうのはね、これ要するに公的機関顔出しませんから、最後はね、だから警察出てきませんよ。これ不法行為働いてもね、これ人のものをね、誤って壊しても全部不法行為ってことで、結局これ損害賠償、お金で処理するんですよ。だから警察は顔出しません。いいですね。これ気をつけてください、ね、これがまた司法ということの理解とつながっていくんですよ。司法っていうのは私人間、ね、私人と私人との横の関係でしょ。公的機関顔出しません。警察飛んできません。そういうこといいですね。もちろんこれね、これ私、例えば私がね、私が誤ってね、例えばこの人をね、車で跳ねちゃった、そういう場合ですよ。私が例えばこれ過失、過失によって、ね、これ運転、車の運転を誤って人を怪我させちゃった、この場合民法ではこれ不法行為ってことで損害賠償、お金で処理します。私が運転誤って人を跳ねちゃった、この場合過失でしょ。過失によって他人の権利、ね、あるいは保護される利益を侵害してますから、この場合は私はその、ね、被害者に弁償しなきゃいけない、弁償しなきゃいけない。民法上はこれで終わりなんですよ。警察は出てきません。ただ気をつけてほしいのが、別途刑法が適用される場合があります。刑法ってさっき言ったように公法です。警察が、ね、その盾の関係だったでしょ。警察、国ですよ、ね、あるいはまあ地方、ね、の場合もありますけども、と私たち私人との盾の関係、私が誤って車、ね、運転誤って人を跳ねちゃった、
もしこれ刑法が適用されれば当然警察飛んできます。これ刑法ですから、公報ってことでね、お上が公的機関が顔出しますから、だからこれと別個だよってことね。だから私が車運転誤って人を経過させた場合、刑法であれば警察が飛んできます。私逮捕されますね。で証拠が揃えば起訴されてね、これ許されなければ私もね処罰されたわけですよ。刑罰言い渡されちゃいます。いいですね。業務上過失致傷ですね。業務上過失致傷という罪名があります、ね、でこれと民法は別だよってこと。何回も言うけど刑法は公法です。お上が顔を出す、ね、民法は司法です。お上顔を出しません。だから弁償だけ、私はその被害者にお金を払って弁償してあげる、まあ、通常車であれば保険でね大体まあ処理しますけど、そういうこと。何となく分かりますかね。ちょっとイメージ持ってみてください。ここでさっき冒頭でお話をした公法ということと司法ということもね、これつながってくるんですよ。ね、で戻りますよ。でとにかく覚えてくださいね。民法上は悪い行為、違法な行為は、ね、とにかく全部不法行為って言葉で説明します。ね、刑法と違って罪名出てきません。したがってこれね、全部これお金で処理します。損害賠償、ね、警察は出てきませんから、司法ですから。で戻りますよ。こちら、それがここの説明です、ね、これ B が勝手に A の家住んでます、ね、これ何かというと、これ刑法であればね、刑法であればこれ住居侵入罪です。住居侵入罪、ちゃんと罪名があるんですよ。こちらいいですね。だけど民法であれば全部不法行為って言います。不法行為、罪名出てきませんですね。だけどこれ709条が適用されて B は弁償しなきゃいけない、損害賠償しなきゃいけない、そういうことです。で続きますよ。これで終わりじゃないんで最後ね、でこの不法行為はこれ契約すなわち意思と思ってください、ね、意思に基づかない法律関係の制度なので、これなんですよ。これ裏社会です。表社会じゃないんですよ、ね、裏社会です。で続きますよ。契約に基づかない法律関係の制度なので、 B はこの勝手に A の家に入ったやつね、 B は A に弁償する意思はなくとも709条に基づいてB には損害賠償義務が発生しますってことで、これがこの不法行為という制度がこの契約、言い換えると意思に基づかない法律関係の制度だよってことなんですよ。要するに B はね、勝手にこの A が所有している家に移り住んだ場合、勝手に住んじゃった場合、不法行為が成立して嫌だよって B は言っても弁償しなきゃいけないんですよ。そういうことね、これを指してます、ね、だから意思なんかいらないんですよ。弁償しますって意思なんかいらなくていいの。逆に弁償したくないよって思ってても弁償しなきゃいけない。だからこれ意思に基づかないで、ね、そういう意思に基づかない法律関係って言います。意思に基づかなくても、ね、弁償しますって意思なんか B は持ってなくても、この損害賠償義務って発生しちゃうんですよ。そういうこと、ね、ちょっとイメージ持ってみてください。いかがでしょう。だから基本は民法はね、まあ、いわば表社会って言いますけどね、意思に基づく、いわば契約ですよ、ね、一番の、まあ、なんていうかメインというか花形が契約なんですよ。でそれに対して裏社会、ね、こちらの、まあ、花形って言うとちょっと変ですけど、まあ、不法行為ですよ、ね、一番のまあ有名な制度が不法行為。意思なんかなくてもやだよ弁償したくないよって思ってても、ね、またその意思を表明してても損害賠償義務っていうのが嫌でも発生しちゃうんですよ。いいですね。これで2つなんとなくイメージ持てましたかね。であと続きますよ。で今度こちらね、ちょっと本文の方行きます。よいしょ。でこの図のすぐ下です。民法を学習する際にはそれが民法相続の知識なのか、それとも物件の知識なのか、あるいは債権の知識なのか、ね、これ要するにいわゆる財産法って言われる分野です ね。これ意識することが必要ですよってことで、もうこれね先ほど来再三申し上げてきたことです。でそれとともに私権、ね、司法上、民法のような司法上の権利、ね、私権の主体、私権の客体、ね、これ上の一つでいきますと、これ私権の主体 A さん、そして B さん、ともに主体、主体って言います。でこれ物、土地付き建物で、これ物、これ私権の客体って言います。いいですね。これ主体と客体、やっぱこれもね、まあ、これ説明概念です。法律って結構ね説明概念が多いんですよ、ね、主体と客体に分けるんですよ。いいですね。ただそれだけ、ね、そんな深入りしなくていいですよ。それとともに私権の主体と客体、あと契約に基づく法律関係とその逆の契約に基づかない法律関係の4つの視点をも持っておくと、ね、
民法の問題、いわゆる論点です。論点を見つける際の大きな手がかりになりますよということでね。これとにかくね、こういう大きな視点をちょっとこういう形でね押さえていかれるとね、この全体像押さえやすいですよ、そういうお話です。あんまりこんな言葉気にしなくていいですよ、ね、ただ法律ってこういうね説明概念好きなんですよ、学者好きなんですよ、主体とか客体とか、ね、ただそれよりもとにかくここね、この表社会ね、基本的には意思表示の合致によって成立する契約、これがメインですよ、ね、それに対してその逆、ね、今ご覧いただいた不法行為、これは意思なんか基づかなくても、ね、嫌だよって言っても自動的に損害賠償義務が発生しちゃうんですよ、これ裏社会ですよ、そういうこと。で、この2つをしっかり押さえとけばいいです、ね、で今度次のページ、あ、ごめんなさい、あと下ね、一応これも1回だけ見ときます。でまずこのね丸1のこの試験の主体ですね、試験の主体、これね、これは一応ここでは A さんと B さんでしょ、で他にもあるんですよ、これ権利義務の主体となる人を指すんですね。試験の主体というのは権利義務の主体になる人を指し、これには2つ一応あります。これ一回見とけばいいです、覚えなく無理に覚えなくていい。これは自然人、これ私たち人間を指すんですよ、これ法律用語です。自然人って言います、ね、自然人、あの原始人じゃないですよ、自然人、これ私たち生身の人間を指します、これ法律用語です。とあともう一個、これ皆さんご存知の法人です、人間以外のもの、まあ、学校とか会社ですよ、の2つがあるよってことで、ね、これは別に民法に限らないです、他の法律にも当てはまるんですよ。この主権の主体って言った場合にはね、この主体っていうとなんかね、なんか私たち人間だけと思いきやね、法人もあるよってことで、でこの人間を自然人と呼ぶだけなんですよ。これ一回読んでおけばいいです。こういうのもね、あの大学の法学部入ると一番最初に法学っていうので勉強するんですね。でちなみにちょっと続けますと、試験の主体は、総則、民法総則一番最初です。ところで規定されているが、法人については鑑定士で、次のページ見てください。鑑定士試験ではほとんど聞かれません。だから心配しなくていいです。ね、あの法人とか、ね、あの会社なんかある会社法の話ですから、ね、全然気にしなくていいですよ。であと続きますね、この4ページね、合格基礎テキスト4ページ。で、丸2の試験の客体。これは権利義務の客体になる。ね、人とやっぱり物、いいですね、これ2つありますから、客体っていうのは人の場合もあれば物の場合もありますから、ね、でとにかくさっきも申し上げましたけど、法律ってとにかくね、この世に存在する形あるものを人と物に分解しますから、ね、ですからこれ客体、人の場合もあれば、ね、物の場合もあるよ、ちょっと一回頭通しとけば OK です。ガチガチに覚える知識じゃありません。であと丸3丸4、これいいですね、先ほど何回も申し上げてるんで一回ざっとお読みになってみてください。でそれよりもね、速中行きます。またちょっとコメント欄なんですけども、これはね、どうしよう、覚えておいてほしいですね。いきますよ、もうアンダーライン引きましたけど、この法律関係、先ほどはずっとできてるでしょ、ね、意思に基づく法律関係とか意思に基づかない法律関係とかやってるでしょ。で法律関係っていうのはね、権利義務の関係を言います。これ覚えておいてください。これを法律関係って言います。法律関係、権利義務の関係、こうやって分解できるんですよ。いいですね。で、これね、ちょっと先取りしますけど、ちょっとこれ一回軽く聞いとけばいいんですけど、これ鑑定士のね、本試験の問題で、例えばね、A、B 間の法律関係を論ぜようっていう形でね、聞いてくる場合があるんですよ。たまにですけど、最近少ないですけどね、A、B 間の法律関係を論じなさいって来たら、なんか漠然としてるでしょ。でも全然慌てる必要ないんですよ。これです。あ、法律関係だから権利義務の関係だな。だから権利と義務に分解して見てきゃいいんだなってこと。ね、これ売り主であれば権利。ね、この後見てきますけども、買い主に対して金払えっていう、これ代金請求権取得する。ね、逆に言うと買い主は代金支払い義務を負担するってことで。ね、だから法律関係について論ぜようって言われても全然慌てる必要ない。とにかく、あ、法律関係だから権利義務の関係だな。だからこの権利と義務に分解して見ていけばいい。で、こういう権利と義務っていうのがまさにね、これから見ていきますけど、各条文でね、あの要件、例の要件効果ですよ。ね、要件で上がってるわけですよ、要件効果で。だからそういうのを条文で一個一個丁寧に押さえておくと、そういう基本的なね、条文の知識、ね、あ、これは権利だな、これは義務だな、ね、そういうのも押さえられますから、ね。だからやっぱりこういう合格基礎テキストで、各条文のね、意義、趣旨、要件、効果、ね、こういうのをね、まあ、本当に丁寧に押さえていくって大事なんですよ、ね、
で、あとちょっと続けますとね、この権利義務の関係ね、権利の反対が義務で、義務の反対が権利で、権利と義務ってこれ対になってるんですよ。だからここにも書いておきましたけど、権利だけがあって義務がないってことはありません。また逆に義務だけがあって権利がないってこともありませんと。だから必ずこれね、権利があればその反対として義務もあります。義務があれば、ね、その反対として権利もあるんで。だからこの後ね、いろんな制度、ね、勉強するときにね、これ権利ってできたらすぐね、その反対を考えるといいですよ。ね、これ義務としてどんな内容なのかな。ね、また逆に義務ってできたら、じゃあ反対、これ権利ってどんな内容かなとか。ね、もう内容同じですよ。ね、それが権利か義務か、ね、の違いであるだけであって。ね、これ権利ってのは主張できる。ね、義務ってのはこれ負担しなきゃいけない。ただそれだけの違いであって。ね、ただこの2つの視点持っておかれると、いろんな制度本当にね、整理できますから、ね、とにかくこれ対になってるよ、どちらか一方だけってことはないよっていうのは、ここでしっかりと覚えておいてください。いいですね。でこのちょっと続きますよ。この権利義務で、これを法律関係っていうんだった。これを成立させる制度として大別して、意思表示に基づく契約と意思表示に基づかない不法行為があるということですよってことで、これでおしまいです。先ほど来前のページからずっと見てきた。ね。ぜひここのコメント、これもちょっと印つけておきましょうかね。ぐるっと丸でね。これもね、ちょっとね、気にしてちょっと目を通すようにしてみてください。もう頭入っちゃえばね、もう何回も改めて見る必要ありませんけど、ね、大事な、やっぱりね、なんていうんですかね、この民法を勉強していく上での大事な視点になってますよね。なんとなくイメージ持てましたかね。法律関係ときたら権利義務だよ。ね、そうやって分解するんだよ、ね、じゃあ続きますよ。で今度ごめんなさい、こちらですね、今度その下行きましょう。ちょっとちっちゃくします。で続いてですけど、この同じページですね、4ページの今度帯番号3番ですね、こちらご覧ください。民法の基本原理です。基本原理で1番ですね、この縦位置のところで所有権絶対の原則っていうのがあるんですけど、これは1回読んどけばいいです。所有権は何らの制限も受けず、これ何人って言います。これ何人って読まないでくださいね。何人って読まないで、これ何人、誰に対してもってこと。何人に対しても物の支配、ね、を主張することができるという原則ですよってことで、ね、これは一回読んでおけばいいです。所有権ってこれ物件です。また物件の時ありますから、ね、これはで、それに対して次の2番、こちらはしっかりと、ね、理解しておいてください。ね、上の所有権絶対の原則なんか、これは1回読んでおけば、ね、いいです。もう答案で書くことはほとんどありませんから。それに対して2番の私的自治の原則、これね、結構ちょこちょこ使うんですよ。使うの、いろんな論点勉強するときにも、ね、だからこちらはしっかりと押さえます。私的自治で、これ漢字皆さんご覧になってみてどんなイメージですか。私的自治、私的、これ自ら治める、自ら治める原則ってことなんだけど、定義がここに上がってます。私的自治の原則とは、すべての個人は自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ、反面自由な意思によらなくては権利を取得し義務を忘れることはない、こういう原則なんですよ。原則、ね、で特にこの後半よりもね、この反面以降のこの後半よりも前半が大事です。こちらをよく答案で使いますからね。すべての個人、これ個人が基調です。民法というのは個人をベースにしてますから、さっき言ったように法人というのはこれね、会社法とか他の法律で言っちゃいますからね。民法はとにかく個人です。個人ね、これさっき私人って言葉でやりましたね。個人です。これ個人を指しますから、私たち一人一人ですね。で個人は自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができるよってことで、これ昔の法権時代これが否定されてたんですね。でも現行民法はこれをね、認めているよってことで、一応それだけ意識しとけば OK です。でこの私的自治の原則から次の契約自由の原則っていうのが派生するんですよ。でこれも名前の通りです。自由に契約できますよ、ね、ちょっと見ておきますよ。下から3行目ね。この私的自治の原則は、人は自由な意思に基づいて自由に契約を締結することができるという契約自由の原則として現れるよってことで、ね、とにかく私的自治、ね、とにかく自由な意思に基づいて自律的に法律関係を作れる、ね、でそこから自由に契約も結べると、ね、そういう流れで一回これ頭を通しておいてください。いいですね、この名前はね、こちら私的自治の原則、この名前は絶対覚えておいてくださいね。あと契約自由の原則です、ね、でこの流れ、私
的自主の原則からこの契約自由の原則が派生するよ。ちょっと字がべちゃっとなっちゃったけど、派生するよ、生まれるよ、ね、この流れです。いいですね。こちら、ね、この名前だけは、この定義まではね、無理に覚えなくていいです。でも別に覚えるの難しくはないでしょ。ただ答案で書くとはあまりないんですよ。ただこの言葉、この私的自主の原則とか契約自由の原則って、これね、答案で使う場合結構ありますから、ちょこちょこ、ね、だからこの名前は覚えておいてください。ただ意味内容はね、これ一回読んで、ね、頭を通しておけばそれでいいです。内容まで書きませんから、答案で。契約自由の原則もそう、ね、でね、またちょっと触れますけども、従来この契約自由の原則、これは私的自主の原則からね、論理的に派生するものだというふうに学者が説明してきたんですよ。で、実際これはほとんど争いもなかったんだけど、今回やっぱり民法改正で明文化されてるんですよ。これやっぱちょっと一回見ておきますよ。ちょっと条文集また開けてください。まず521条ですね。521条です。こちらですね。で、条文集55ページです。ちょっと開けてくださいですね。こちらで、またこれ契約総論の時にやりますから、ここね、ちょっと一回見とけばいいですよ。521条、何人も法令に特別の定めがある場合除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。これ契約締結の自由ですね。この契約自由の原則の中の一つ、契約締結の自由って言います。結ぶか結ばないか自由に決められるよですね。こちらで、あと2番、あ、ごめんなさい、2項ですね。契約の当事者は法令の制限内において契約の内容を自由に決定することができるよってことで、この2項の方はこの契約内容の自由の原則ですね。共に契約自由の原則の1内容です、ね、1項が締結の自由、2項が内容の自由、いいですね。で、あと今度522条の2項ですね。1項はさっき見ましたね、これね、申し込みと承諾、ね、2つの意思表示が合致すれば契約成立するよ、これも明文化されたんだよって言った、ね、で、2項です。契約の成立には法令特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないということで、ね、これ要するに方式の自由って言います。契約の方式の自由、これもやっぱり契約自由の原則の一内容って言われてるんですよ、ね、これ書面の作成とかやらないよ。だから例えば売買契約、土地の売買契約結んだ場合、いわゆる契約書っていうのは通常作成するけど、あれは作んなくても、ね、これ関係ないよっていうことと、あとこの方式については、ね、これ特に自由に当事者が決めていいよ、そういうことです。これ、ね、契約の成立には法令特別定めがある場合除き、書面の作成その他の方式ね、具備することを要しないよってことで、だからこれ書面なくても契約が成立するよってことと、あと書面のね、方式については自由に決められるよ、ね、この2点を言ってます。またこれ詳しくは契約総論でやりますからね。一応こんな形でね、この521条522条、これね、新しく民法改正によってできた条文なんですね。でもこんなのなくても、なんとなく皆さんね、当たり前だろうってイメージで見とけばいいです。これだって従来これ改正前からね、こんな当たり前に認められてきましたからね。だからもうそこはあんまり神経質になる必要はありません。よろしいですね。こちら一応明文化されたよ。で、整理です。こちらコメント欄ね。で、所有権絶対の原則はね、軽く見とけばいいですよってこと、これさっき申し上げました。で、それに対して私的自主の原則はしっかり押さえておいてくださいと。で、私的自主の原則から契約自由の原則が派生しますよ、これさっき書きましたね、生まれるんだよね。で、共に自由な意思、これを基調としてますよってことで、ね、この視点は、ね、押さえておいてください。とにかく個人の自由な意思をできるだけ尊重しようとします。これが民法です。いいですね。できるだけ個人の自由な意思を尊重しよう、これが民法の基本的なスタンスになってますから、ね、これは一応頭入れておいてください。で、ちょっと、ね、一息入れましょう。はい、それでは最後の第4ユニットに参りましょう。ではですね、ページが変わりまして、今度5ページですね。合格基礎テキスト、こちら5ページをご覧ください。よいしょ。よろしいですかね。で、帯番号が変わります。帯番号4番ですね。試験の行使に関する一般原則、一般条項って言います。この言葉はちょっとね、一応覚えておいてください。一般条項って言います。一般条項ですね。で、一応ですね、このここでね、ちょっとこの後見ていくこの一般条項の種類としては、この1番縦1の審議則、ね、
これ、真偽誠実の原則、これを略して真偽則って呼んでますけどね、1条2項ね、これとあともう1個、この同じページのすぐ下、この今度2番縦にですね、権利乱用の禁止ね、条文が1条3項です。権利の乱用許されないよ、この2か条だけでいいですね。この2か条を一般条項ということで、一応覚えておいてください。一般条項って言います。この真偽則の1条2項、権利乱用の禁止の1条3項ね、これともに1条なんですよ。民法の一番最初でしょね、ここに規定されていますですね。この2つ一般条項って言います。一般条項、ね、でちょっとこれ、まず真偽誠実の原則から見ていきたいんですけども、一応ここ条文ね、載っけときましたけども、権利の行使および義務の履行は真偽に従い誠実に行わなければならない。これを真偽誠実の原則って言います。略して真偽則って呼んでんですよ。これね、この条文はね、結構よく使います。答案で使うんですよ。だからこの名前ね、これの一応名前覚えておいてくださいね。真偽誠実の原則、まあ、略して真偽則って呼んでるんで、これ真偽則でいいです。答案書くときも。で、1条2項、1条2項、ね。これはね、答案で結構使いますんで、ちょっとアンダーライン引いておきますよ。で、この条文番号もね。ただ、中身はね、これ、ちょっと皆さん意外に思われるかもしれませんけど、これ法律でしょ？法律の条文なのに、誠実って言ってるんですよ。誠実って。こんななんかこう、なんか文学チックな表現で、これ民法っていう法律が規定してるって、私すごくね、勉強した時驚いたんですよ。こうなんかね、なんか無味乾燥な法律の中にあって、こんな誠実なんてのがあるのかなとか思ったくらいなんですけどね。これ誠実で、これ意味はね、まあ、とにかく真偽に従い誠実に行わなきゃいけないよっていう、この特に誠実ですね。これだけ、このイメージでちょっと押さえてほしいんですよ。で、具体的に言うと、これここでちょっとアンダーライン引こうかな。権利の行使と義務の履行、この言葉ね、権利は行使、これは覚えちゃってください、ね、で逆にこれ義務です。これ履行するってこと、履行、これまた後ろに出てきます。債務不履行とかっていうところで勉強するんですけど、この履行っていうのはね、これ義務を果たすことです。これを義務の履行と言います。これはね、だから権利を履行するとか言わないでくださいね。また逆に義務の行使とかも言わないでくださいね。この義務の行使結構いらっしゃるんですよ、時々答案で。これ間違いです。義務は履行するって書きます、権利は行使するって書きますから、まずこの真偽則の大前提としてこの表現、ね、これはもう専門用語としてしっかり覚えておいてください、ね、権利の行使と義務の履行、ね、これはこれ誠実にやんなきゃいけないよってことで、例えばね、例えばどんな場合かというと、私が皆さんにお金を貸したとします。まあそんな私余裕ないんですけど、実際はね、私が例えばね、皆さんにお金を貸した、当然私皆さんに対して、いわゆる貸金債権ね、また詳しくは後ろでやりますけど、ちょっと軽く聞いてください。貸金債権という権利を取得しますね。これ権利ですからね、期限に当然私は皆さんに対して金返してよ、請求できます。いいですね。だけど例えばね、例えば今度月末まで貸してあげるから、ね、そのから月末までに返してね、約束したとしますよ。で、私は月末皆さんの家に行って、まあ、取り立てるとしますよ。だけど、ね、夜中にいきなり訪ねてって、ドアをドン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 って叩いて、金返せっていうのは、これはいかがですかってこと。私これやっちゃダメなんですよ。これを指してます。簡単に言うと、本当にごく簡単に言うと、権利の行使ね、真偽に従い誠実を行わなきゃいけない。確かに私は皆さんにお金貸した、だから月末までに皆さんから返してもらうね、という権利はある。だけど、じゃあいつでも夜中ね、月末までだったらいつでも夜中訪ねてって、ドアどんどん叩いて、金返せって言っていいかってことですよ。これはダメですよ、真偽則違反ですよ、そういう言い方をするんですよ、ね、ちょっと軽く一回ね、頭入れとけばいいです。で、義務の履行どうですか。これ義務の履行はこちらは、うん、これ例えばね、これ義務の履行なんですけども、やっぱりこれも同じようなイメージですよ、ね、これお金を返す、例えば私が逆に皆さんからお金借りたとしますよ。逆に私がお金借りて、ね、で私は期限にお金を皆さんのお家に例えば返しに行くとしますよ。やっぱりいきなり夜中どん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 叩いてね、起きてよ、金返しに来たんだよ、返してほしいだろう、これはおかしいでしょ
ざっくり言うとこんなイメージですよ。ね、まあ、ともに一応あまり私はね、なんかあまり発想豊かじゃないんで、ともに同じようなんで、夜中にね、金返せ、ね、あれ逆に夜中に金返しに来たよって、そういうちょっとね、そういうちょっと貧弱な事例で恐縮なんですけど、ね、こんなイメージでちょっとね、抑えてみてください。とにかくやっぱりこの誠実、ね、やっぱりここに集約されると思います。ね、法律の条文なんだけど、民法がこのね、最初の一条っていうね、一番トップの条文の中で、やっぱり権利をね、行使するにしても義務を果たすにしてもね、やっぱり誠実にやんなさいよ。そうやって私たちのね、この私人間のね、この紛争をできるだけなんていうんですかね、起こさないようにっていうことをね、やっぱりこう一種の警告ですよ、してるような規定というふうに言えるかと思いますね。権利の行使、義務の履行、ね、誠実に行わなきゃいけないよということで、いかがですかね。これね、ちょっと意外な規定かなと思います。でもさっきも言いましたけど、答案で結構使いますんで、審議則1条2項ね、とにかく権利の行使についても義務の履行についても誠実じゃなきゃいけないよ、これはこれで一応頭入れておいてくださいですね。こちらね、であと下のこの 1,2,3 はこれはいいです。禁犯原とかクリーンハンズとか、あと権利執行の原則とか、一応この審議則って言われるものからね、この3つ派生するって言われてるんですけど、鑑定士の民法ではね、まあ使わないですね、使わない。これ民法のね、他の専門書とか見ると大体こういう3つ上がってるんですけどね、気にしなくていいです、ここはですね。で今度もう1個いきますよ。で次の、一般条項がこの縦2の権利乱用の禁止ですね。権利乱用の禁止ということで、で権利の乱用はこれを許さない。これも当たり前でしょ。さっきの審議則だってそうじゃないですか。ね、誠実にやんなきゃダメなんだよ、これもある意味当たり前なんだけど、ね、権利の乱用これもダメだよ、一条参考です、ね、でこれはね、そうですね、一応ちょっと即時見ていただきますとね、ここ一応過去問でちょろちょろ聞かれたことがあるけど、今の本試験でほとんどこれね、権利乱用の方はね、使わないですね、聞かれないです。だからこちらね、ちょっと一応明朝体でね、ちょっとうっすらと乗っけた感じなんですけど、上の審議則はこちらね、ゴシックでちょっと太字にしてね、ちょっと皆さんこれね、答案で使いますよってさっきもお話をしたんですけども、こちらの権利乱用は一回見ときます。これだけでいいです。あんまり深入りしなくていいです。ただこれね、有名なね、この後見てき、裏のページで見てきますけど、有名な判例があるんですよ、ね、でこれを一回ね、この条文を使って処理の仕方ですね、これを一回見るだけにとどめますんで、いきますよ。これを権利乱用の禁止というと、権利乱用許されないよ、権利乱用の禁止というよ。で権利の行使が乱用と評価される場合には、権利行使は違法となって権利行使の効果は生じないと。また乱用したものは避けられましたね、不法行為になっちゃうんですよ、これ。そういう場合があるよってこと。で、不法行為だとさっきやったように709条で損害賠償義務が自動的に発生しちゃうんですよ。意思がなくても、嫌だよって言ってもね、不法行為働いたやつは、この損害賠償義務を負わされちゃうってこと。ね、権利の乱用です。だから怖いんですよ。怖いの。で、ただし、実際のね、事例が権利の乱用かどうかっていうのはね、これはっきりしないんですよ。で、これ判例がね、客観的要素。これは当事者間の、利益状況の比較と、あと主観的要素、これ害があるか、ね、これ損害を与えてやろうとか、そういう横島な意図です。こういうのを害意って言います。害を与える、ね、こういう意図があるかどうか、ね、こういう客観面と主観面を総合考慮して判断すべきだというふうに、これ判例、これかなり昔の判例なんですよ。この後見ていきますけど、がこれ言ってるんですね。で、下いきますよ。この点、事例を通して学習していこうと。これ実際にあった事例なんですよ。A はたまたま自己所有の山林の隅に、隣の旅館 B が引いている温泉の送水管が通っていることを発見したと。で、その送水管の通っている部分の土地面積の価格はわずかであり、送水管が通っていることにより山林の利用には、で次のページ見てください。よいしょ、6ページね。全く支障がないんですよ、ね、ところがこの場合 A はB に対して、この送水管邪魔だからどけてよ、ね、請求できますかっていうのが、これ昔です。これかなり確か、これ私の記憶だと確か大正時代ですねの、これ判例なんですよ。これ実際この事案で、これ裁判で争われたんですよ。 A がこれ簡単に言うと、これ簡単にイチャモンでしょ。確かにこのね、この咽頭管っていうんですかね、これね、
これ温泉のためのこの管ですよ、管ですよ。これ確かに A の所有している土地をわずかに取ってたかもしれない。その意味では A が所有している土地を侵害はしてるんですよ。確かに侵害してる。そうでしょ。その部分だって A が使えないんだから。だけどだからといってこれどけろよっていうのはいかがなものですかっていうのが昔実際裁判で争われたんですよ。でこれ B が訴えられた B がいやこれお前権利の乱用だよって主張した。で判例がちょっと下行きますよ。行きますよ。 A の聖域は土地所有権に基づいて認められるものであると。なぜなら所有権は物の排他的な支配を認める権利だからであるということで、これ詳しくはまた物件でやりますね。所有権これね、今回も申し上げましたけど、これで強力なんですよ。所有権って物件の中で一番強力なんですよ、ね、でしかしと、送水管の設置により A が受ける、損失はごくわずかであるのに対して B は送水管を収拠することにより旅館の営業が困難になる恐れがあるなど多大な損失を受けると。これはさっき前のページで見た、これは客観的な要素ですね。当社間の利益状況の比較ってことで、これさっきのね前のページのこちらです。これです、客観的要素、ね、まずこれで戻りますよ。で従って A のこの宗教請求どけろ、さっき前のページで見た今度主観的な要素ですね。これね、害があるかどうかなども考慮した上で、ね、A の宗教請求は権利乱用にあたり認められないことがあるってことで、結局これ判例はこれ最高裁まで行ったんですよ。結局最高裁はこれ権利乱用ってことでこのね主張を認めなかったんですよ。こちらね、これをちょっとマヌペに戻りますよ。結局この事件はこの1条3項を使ったんですよ。1条3項を適用して権利の内容許されないよ、だからこの宗教請求どけろ、ね、この咽頭感どけろ、ね、この主張を認めなかった、そういう事案です、ね、これは一回見とけばいいです、ね、もう前はねこういう過去も、ね、聞かれたこの権利内容の禁止聞かれたねあの過去もあるんですけど、今はもうほとんどこれ使わないですね、こちらは。でも面白いでしょこれ、実際にはこれ権利の乱用やってダメだよということで、ね、であとそれよりもねちょっと次のページちょっとお戻りください。これさっき私ねずっとこれ判例判例って言ってきたんですけど、これね実際これ判例があるんですけど、ちょっと見てくださいね。このあと私が今ねここで再三申し上げた判例という言葉がテキスト中にもガンガン出てきます。でこれは最高これ最高裁判所の判断を判例って言います。最高裁判所 でご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、この1個下これを高等裁判所って言います。でその1個下これを地方裁判所って言います。こちらねですね。で日本の司法で司法制度、簡単に言うと裁判制度、日本の裁判制度は三審制、3回裁判で権利救済を受ける機会を保障してあげてるんですよ。これを三審制って言い方するんですね。これ三審制って言いますですね。3回チャンスがあるんですよ。まずはね、これ裁判を起こす、まず地方裁判所に裁判を起こす。でこの地方裁判所の判決ね、判断に納得できなければ今度高等裁判所にこれ控訴って言います。できるんですよ。で高等裁判所の、ね、判決判断にも納得できなければ最後最高裁判所にこれ上告って言います。上告できます。でこれが最後です。でここの判断、最高裁の判断が最終的な結論になります。これは従わなきゃいけない、もう上がありませんから、ね、こうやって日本のね司法制度裁判制度ってのは三審制認めてて、3回裁判でね救済される機会を保障してあげてるんですよ。でこれね他にもねあの家庭裁判所とか簡易裁判所とかありますけどね、一番まあ典型的なこれねこういう仕組みを今お話ししてます。地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で、このあとねテキストで判例判例って出てきます。これはさっきも言いましたけどこれです。
最高裁判所の判断なんですよ。いいですね。だから重たいの。これね、イメージですよ。これ、まあニアリーイコール、これ条文と同じぐらい。もちろんこれ条文じゃありませんけどね。ね、最高裁の判例は条文じゃないけど、これね、同じぐらいって意味です。これね、これ重みがあるよ、重みがあるよ、重いよ。書いてきますよ。これは知っといてください。条文と同じぐらい重いよ、重いよ。これ判例ですね。だからこの後ね、いろんな論点勉強してきます。いろんな論点勉強していくときに、やっぱりこのね、判例はやっぱ無視できないんですよ。したがってこの皆さんにね、今回お話ししているこの効果形ですね、効果形ね、この論点いくつも上がってますけど、ここの結論のほとんどが判例に依拠してます。判例の結論を結論として採用してますんで、ね、だからこのやっぱこの判例、やっぱね、判例の重みを知ってほしいんですよ。実務はこの判例で動いてますから。だからもし皆さんがね、なんか例えば裁判を起こす、その時にまあ通常弁護士に依頼するでしょ。そうすると弁護士は必ず最高裁のこの判例調べるんですよ。この事件と類似の事件の過去の判例、最高裁の判例調べるんですよ。でこれだったらね、訴えても勝てるかなとか、これは最高裁の判例、同じような事案だけど最高裁でこれ負けてるから、これ裁判起こさない方がいいかなとか、そういうふうに調べるんですよ、ね、だから本当にね、この判例っていうのはね、非常に条文と同じぐらい重みがあるっていうのは知っておいてください。したがってこの後ね、いろんな論点ね、民法の論点、効果等も使いながらね、勉強していきますけど、そのほとんどの結論をね、判例で書いてありますから、いたずらにね、少数説なんか載っけません、ね、で あとそれからね、この学説なんですけど、よいしょ、今判例お話をいたしました。この言葉ね、判例、もう条文とね、これイコールじゃないですよ、ね、これ重みです。重みを指してます。ここね、ニアリーイコールね、これはこれぐらい重たいんだよってお話したんだけど、あと学説ですね。当然これ学者はね、これ学説主張するのが仕事ですから、これで飯食ってるわけですから、当然これ学説もこの後ね、これ出てきます、ね、いろんな論点勉強する中で、ね、でこの時に一応ですね、通説っていう言い方をする場合があります、ね、これはもうね、なんていうんですかね、もうほとんどの学者がこのように考えてるよって場合ですね、まあ、ほとんどこれ多数説って意味とほとんど同じなんですけども、通説ってきたらもう学者がほとんどね、この論点については同じような結論を取ってるなっていう場合、大体通説って言い方しますから、これもちょっと軽く頭入れといてください。まあほとんど多数説っていうのと同じですね。というか多くの学者が同じような結論を取ってる場合、これは通説っていうふうに言ってきますから。でそれに対して少数説ですね、当然これあるわけですよ。ごく一部のね、ある有名な先生がある論点についてね、もうその先生だけが主張してるっていう場合もまあまああるんですよ。論点によってはある有名な大学のある有名な先生だとね、やっぱり結構取り上げられるんですよ、少数説って形で。ただこれは基本的に効果形民法の結論でも少数説で書いてる論点ほとんどありません、ね、基本は判例です。で判例だとどうしてもちょっと書きにくいなっていうね、ごく限られたわずかな論点については通説で書いてる論点もあります、ね、でも少数説書いてる論点ありませんから、ね、一応そういうことで、ね、でこの後はとにかく判例って言葉が出てきます。あとこの通説って言葉も使い場合がありますんで、ちょっとこういう言葉も馴染んでいってください。よろしいですね。じゃあ次で今度続いてこの同じページですね。で今度5番、よいしょ、民法の解釈方法、ね、この解釈方法でこれもね、これ大学の法学部入るとね、やっぱ法学っていう、このさっき私法学言ってますけど、こういう科目が今でもあるんですかね、私の時あったんですけど、法学って科目があるんです。こういうので勉強するんですよ。面白いんですよこれ、ね、で民法の解釈方法って実際には他にも何種類もあるんですよ。ただ一応鑑定士の試験対策上はこの3つ、3種類一応載っけてあります。ちょっと軽く見といてください、ね、この後ご説明してまいりますので。で民法、ね、これは民法に限らず法律全般に言えるんですけど、解釈方法にいろんな種類があるんですよ。でこの後見る、ね、この3種類で、これ鑑定士の試験でよく使うんで
この3種類に、ね、絞ってお話してきますけども、まず直接適用、丸1ね。で、丸2が反対解釈。で、丸3が類推適用、ね。この、一応これゴシックにしたんですけど、この名前はね、ちょっと覚えておいてください。こちらね。直接適用、あと反対解釈、類推適用。これ答案で使う場合ありますから、答案中で使うんですよ。これ直接適用するとか、ここは反対解釈するととか、あとここは類推適用するとか、実際この3つのね、この解釈の名前は答案中でも使えますから、ね、ただこの意味内容はね、ここで今ご説明しますけど、一回頭通しておけばいいです、ね、ただこの名前だけ、名前だけ、これは覚えちゃってください。で、ちょっとこの例見てくださいね。これ面白いんですよ。例えば、ある職場に犬を連れてきてはいけないという決まり、ルールがあったとします、ね、これはある意味その職場における法律みたいなもんでしょ。そうでしょ。で、これを踏まえて見ていきますよ。で、直接適用、これいわゆる原則なんですよ。で、これどういうふうに考えるか、どういうふうに解釈するかというと、犬を連れてきてはいけないっていうね、こういうルール、職場の法律なんだから、犬を連れてきたらルール違反と考えると、ルールをそのまま適用すると、これが直接適用って言います。そのままですよ、これを、ね、犬連れてきちゃダメだよ、ただそれだけです。それ以外触れないんですよ、一切言及しない。だ、これが一応原則形です、まあ、一番素直っていうか、まあ、一番まあ無難というか、一応これが法解釈の原則形です。そのまま当てはめるだけです。それ以外一切触れません。これを直接適用って言います。直接適用で、この2番、これ反対解釈って言います。これ反対っていうのがポイントね。じゃあ猫はどう。猫は犬とは違うから、猫を連れてくることはルール違反じゃないよと考える。これを反対解釈って言います。まさに上のこの職場のルール、法律である犬を連れてきてはいけないの反対でしょ。犬はダメだったら猫はいいでしょ。これ反対解釈って言います。反対解釈、これ実際論点によってはこれ使う場合があるんで、ね、これ一応覚えててくださいね。難しくないでしょ。真逆ですよ。でもこれちょっとね、 見方によってちょっとなんかヘリクスですよね。犬ダメだったら猫いいでしょっていうね、これは。で、次です。この3番目、これよく使います。これこの後ね、94条2項の虚偽表示の類推適用っていう非常に重要な論点で、勉強したりするんですけど、その時に使いますからね。これ他の論点でも使うんですよ、類推適用って。で、どんな解釈の仕方かっていうとね、その職場のルールの趣旨、目的に遡るんですよ。で、上にこれね、犬を連れてきてはいけないっていう職場のルールで、いわばこの一種の法律みたいなもんでしょ、これがある。で、このそもそもこれどんな趣旨目的で規定されたのかっていう、そこに遡るんですよ。で、そうすると、落ち着いた職場環境の確保、ね、犬が来たらやっぱりワンワン吠えたり、ね、気が散ったりする、これ落ち着いた職場環境、これを確保するっていうのがこのね、職場のこのルールの、ね、この趣旨目的だとすると、犬だけじゃなくて、この右のページ行ってください。よいしょ、ちょっと大きくしますよ。犬だけでなく猫を連れてくることもやっぱこの趣旨目的に反しますよね。だから猫を連れてくることはルール違反というふうに考えます。これが類推適用です。これは説得力あるでしょ、ね、で、この類推適用は上記丸1の直接適用によるならばルールを適用することはできないが、ね、犬と猫とは明らかに違うんだから。でも、そのルールの趣旨目的に遡って、その射程範囲、この職場のね、このルールの射程範囲どこまで及ぶのかなっていうのを考えるんですよ。これが類推適用です。で、その射程範囲に含まれる類似事項についてはそのルールが適用される。これを類推適用って言います。類推です。いいですね。面白いでしょ、ね、一応この3つ、この3つについてはね、これは押さえておいてください。直接適用、これ原則形、ね、そのまま当てはめます。この文言通り当てはめる。で、その真逆、これは反対解釈って言います。で、類推適用、ね、これはその趣旨目的に遡って考える。どんな趣旨目的で規定したのかな。で、その趣旨目的に照らして、その射程範囲内にあるんであれば、その規定の効力が及ぶって考える。これが類推適用です、ね、いかがでしょう。こんなところです、ね、本当にね、これ使えますんで、ね、ぜひね、これまたおいおい、この論点ですね、今ここでね、抽象的に言われてもなんかあまりピンとこないかもしれませんけど、この後具体的な論点で、ね、類推適用とか、ここは反対解釈しますよとか、ね、そういうのをお話してきますから、ね、ぜひその都度押さえていってください、ね、じゃあちょうど時間になりましたので、今回1回目は以上といたします。一応しっかりと復習してください、ね、復習ってのは読むだけでいいです。
読んで、特に今回私がこの合格基礎テキスト、あと一応条文集もね、一応皆さんご覧いただきましたけど、この講座内で一応私が取り上げた内容に関しては目を通してください。で、今一度ご自分で頭でちょっとその意味内容を考える。これでいいです。これでいいです。ね、で、今回ほとんど降格民法については触れてませんけど、ね、もし今後降格民法について、もしね、この講義中で取り上げた場合は、やっぱ同じような要領で、ね、とにかく私がこの講座内で触れた箇所についてはもう一回皆さんの方でご自分でね目を通して意味を考えるってことをやってみてください。暗記はいいです。暗記までやんなくていいから。これ今日冒頭で言いましたよね。暗記に走んないで ねとにかく理解ですから、ね、もう一回あの私が講義内で、ね、触れた箇所について目を通して意味内容を考える、ね、これをやってください。これが復習です。そういうふうに心得てください。いいですね。じゃあ以上1回目終わります。お疲れ様でした。